はい、ワドツおはようございます。おはようございます。今日はですね、2018年の12月の、23日、朝の7時25分です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よいしょ。あ、ハートプレゼントありがとうございます。キツネサンゴさん、ハートプレゼントありがとう。あ、そうそう、ちょっとね、お願いがあるんですよ。今後ね、アイテムをいただく時間っていうのは、あれにします。枠がね、終わる3分前に今後いただくようにしようと思ってるんで、よろしくお願いします。リスワン3位なの？え、今3位なの？俺。え？昨日ってこと？ああ、そうなんだ。全然気にしなかった。ありがとう、教えてくれて。ツイキャスどうでした？まあまあ、まあまあ、果てしなく長い道のりだなとか思いましたね。果てしなく長い道のりだなぁなんて思ってる。放送お疲れ様です。あ、お疲れ様です。やっぱりさ、放送中にさ、アイテムをもらってさ、アイテムありがとう、アイテムありがとうっていう話とかにするっていうのは放送じゃないなぁと思って。まあ、延長3分前にね、アイテムいただくっていう風にすれば、ロムセンさんとかも、まあ、面白いと思うし。もうね、ツイキャスやってる。ツイキャス来るのじゃなくて、もう始めたよ。やっぱりね、ツイキャスもやらないとダメだなって思い始めた。ちょっと新しいことにトライしないとダメだなっていう感覚かな、今は。そんな感じです。だから頑張ろうかなって思ってますね。本格的にどうではなくバランスよくかな。とりあえずそうだね、バランスよくやっていこうとは思ってるかな。なんだろう、俺やっぱりふわっちは好きなんですよ。ふわっちは好きなんで、で、まあ新天地に行ってっていう、まあ特になんかこう遺跡っていう、大幅遺跡っていう感じじゃなくて、でもバランス感覚よくやっていこうかなとは思ってますね。なんかこだわるわけでもなく、ただ今の気持ちとしてはふわっち一本だと不安かな。ふわっち一本でやってくっていうのは不安。っていうのも昨日さ、歌うま選手権でそのテルチャンピンの企画でさ、ツイキャスの大手さんにさ、たくさん会ったわけですよ。でその時にさ、やっぱりワン太郎とかにも話聞いて、なんでふわっちメインにしたのとか、でふわっちどうなのっていうのを聞いた時に、やっぱりああそうなんだっていう、実際あったんで、あ、歌うま良かった、あ、ありがとうございます。歌うま、ね、どうだったのかね、本当に良かったのか、うちのリスナーさんだったからいいって言ってくれるのかあれなんだけど、結構歌良かったよって言ってくれて、歌詞ね、だいぶ間違えてる。あ、同時配信やってますよ、今現在やってますよ。ツイキャスとふわっち同時配信、ツイキャス的には同時配信って OK なのかな。ツイキャスって同時配信って OK なのかな。誰かツイキャス詳しい人います？お前って何の実績もないのに生きがってるの。生きがってますかね。そんなに生きがってるつもりじゃないんですけど、生きがってますかね。ワードちゃん、あ、いらっしゃい、13号さんいらっしゃい。 あれよかった。結構ね、会場の雰囲気は結構誰お前みたいな空気だったね。誰お前みたいな、
ツイキャスのアカウント名一緒ですね。ワド監督ですね。ワド監督。うん、あ、ツイキャス同時 OK か。あ、じゃあよかったよかった。同時 OK か。あ、よかったですね。うん、まあでも別にどっちに移動してっていうわけじゃなくて、好きな方で見てもらうっていうのは俺は一番いいと思ってるんで、それでやっていきましょう。うん、息が合ってると、うん、まあね、YouTube ライブとかと同時配信やってる、まあ今時のサイトで同時配信禁止って聞いたことないけどね。歌よかったよ、体全体で歌ってたね、映像的にも。あ、そうなんだ。あ、よかったよかった。なぜツイキャスが、え、で、ツイキャスはなぜ良かったお話途中だけど、はいはいはい、ごめんなさい、話し脱線しちゃって。ワン太郎に、まあ聞いたのが、なんでツイキャス移動したのって言って、まあ盛り上がり方が、閲覧数が半端じゃないっていうこと。まあそれはまあ、ね、ツイキャス見たことある人だったら閲覧の桁が違うっていうところはわかると思うんだけど、でも、ふわっちの方が稼げるでしょって聞いて、いや、何言ってんすか、和道さんって。ツイキャスの方が稼げますよって言って、え？ってなって、で、みんなに聞いたら、まあ、ツイキャスの大手さんばっかりだから、いや、ふわっちよりツイキャスの方が稼げるよって言ってて、え、どういう仕組みでって言ったら、投げ銭ないじゃんって言ったら、え、ありますよみたいな。え、マジで？みたいな。で、70% ですよって言ってて、あ、そうなんだと思って。そうそう。あ、これ始めないとやばいなとか思って。石野が昨日谷さん抱いたらしい。ほう。まあ全体のキャパ増やしたいのもあるし、やっぱね、俺みたいにギリギリの配信者はやっぱ食うことも優先していかないといけないから、あ、これ、なんだろう。ちゃんといろんなことを、みんながやってることをしっかりやらないとダメだなとか思って。そう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 。やっぱりさ、その自分が配信活動でご飯を食べるってしっかりやっていかないと、ダメだと思いますね。あ、ありがとうございます。もしよかったら3点セットよろしくお願いします。うん。あ、そうなんだ。裏座段階そんなにいったんだ。すごいね。4万。すごいね。まあ、俺はふわっち本当に好きなんだけど、さすがにやっぱり最近、アイテムがね、飛ばなくなってきたっていう部分もあるから、だから、まあそこはね、背に腹は変えられないから、やっていかないとなっていう。まあまあ単純にそんな感じですかね。あ、了解、こっちで見ようかな。うん、楽しんでってください。もしよかったら3点セットよろしくお願いします。どうして和道だけドラムとかバンドしなかったの。いや、それが分かんないんだよ。俺の曲だけギターもベースもドラムも一切プレイしなかったんだよね。あれ意味分かんなかったよね。なんで俺の歌うまだけアンチ、あれ謎だよね。みんなさ、ドラム叩いたりとか、ベースとかギターとかノリノリで弾いてんのに、俺、曲入れたら、なんか俺だけなんかこんなんなってて。どういうこと？とか思って。アカペラじゃない、なんかカラオケ、普通に俺だけカラオケだったんだよ。俺だけカラオケだったんだよ。なぜか。なんなんだろうね。わかんない。いや、別になんか配信者同士は全然冷たくなかったんだけど、うん、なんでかわかんなかったね。うん、謎だよね、本当に。いや、わかんない。うん。ああ、確かに言われてみたら、キャスは iPhone が熱くならない。ふわっちって見てると iPhone めっちゃ熱くなるよね。確かに。青山より良かった。どうなんだろうね。実際俺もさ、自分の枠タイムシフトに見てないから、歌どうぞ。でもね、自分の配信でカラオケ枠やると、俺めちゃめちゃ閲覧減るし、歌下手って言われるんだけど、なんだっけ、その、イベントの歌うま選手権はうまいって言われるの。ラムメロさんはうま、歌うますぎる。生で聞いてても、あ、これプロだわってなるもん。なんでなんだろうね。歌うま選手権の時だけは、和道歌良かったよって言われるんだよね。うん、歌声も、まあ、声量でかいからね。ランメロさん写真撮ったよ。うん。やっぱ美人だよね。写真ツイッターに上げてますよ。うん、もしよかったら見せてください。うん、まあ、あとバンドやってたから、生音の声のでかさ、声量のでかさっていうのをある程度出さないとダメだっていうの分かってるからね。あ、お茶ありがとうございます。リオリオちゃんもやっぱ美人だよ。リオリオちゃんはほら、捨て頃でも合ってるし、
何回か会わせていただいてるから。まあ、リオリオちゃんとね、ヒイラギリオちゃんとね、おー、クマありがとうございます。ありがとうございます。もしよかったら、お茶バカありがとうございます。もしよかったら3点セットよろしくお願いします。喋ってる声はイケメン。ああ、ありがとうございます。声量がまず大前提だよね、ボーカリストは。うまい、うまい。歌うまい。リオリオ歌うまい。でもね、なんかね、びっくりしたのはね、黒髪の清楚な感じだったのがね、茶髪のショートカットで、なんかちょっとギャルっぽくなってたのがびっくりした。あれ、こんな感じだったっけ？と思って。なんかそれにびっくりしたね。ミュート？何がミュートなの？え？声聞こえてるでしょ？みんな声聞こえてるよね。ミュートじゃないよね。大丈夫だよね。ああ、ありがとう。お茶爆、ありがとうございます。おはようございます。ふわっちの狐の時でも投げ銭にしても人物特定できないような狐枠にしてほしいような。リスナーさんがね、要は俺に気を使いたくないってことでしょ。でも投げてほしいかな、俺は。誰かわからない状態でってことでしょ。25号さん投げて本当に生活かかってるから。別に俺誰かから投げたから関係が変わるとか全然やらないから投げてほしいかもしれない。配信者の人なのかな？和道の曲が間違って生演奏できなくて残念だったわ。なんだろうね、曲もなんか違う曲かかってたしね。まあまあしょうがないけどね。あ、お茶ありがとう、和道2。お茶ありがとうございます。もしよかったらコンティニューコインもいただけると嬉しいです。リオリオちゃん可愛いと思うけどね。なんかアイドルっていう感じ、本当に。コンティニューコインありがとう。3点ありがとうございます。ありがとう。まあまあ、なんだろう。ね、うまくやっていかないとな。うまく生き残っていかないとなぁとは思ってるね。おはようございます。コンティニューコインありがとう。おはようございます。おはようございます。ことかは聞け。そういうこと言ったらダメだよ。コメントでも。そういうこと言ったらダメだよ、絶対。リオリオってライブ活動してるのかな？どうなんだろうね。なんか事務所から独立したっていう話は聞いてるかな。まどちゃん見たらもう歌うま閉じたよ。ああ、そうだったんだ。他の見れなかった。ああ、見てらんなかったってことかな。でもね、最高マックス閲覧、同時閲覧5000人まで行ってたから。まあ、大成功じゃないの、テルチャンピンは。でね、テルチャンピンもね、やっぱね、今後ね、ツイキャスやるって言った。おー、ありがとうございます。コンティニューコイン5個ありがとう。全体的に配信者のアイテム減ってるみたいだね。年末だから。バブルが終わったっていうよりも、キャスに流れてきてるんだと思う。俺、ふわっちしかやってなかったから分かんなかったけど、多分ね、キャスに流れたんじゃないかな。リナネコをディスるのやめろ。俺、ディスってないよ。リナネコ全然、なんだろう。全然ディスしてるつもりないよ、俺は。アムチ、お母さん、超いいキャラだったよ。俺はアムチンママがタイプだね。青山、キャス行っても生き残れない。でもさ、俺さ、テルチャンピンの、おお、お茶爆ありがとう。俺さ、テルチャンピンのキャラクターって、あいつって意外と努力型なんだよ。めちゃめちゃ努力型だから。だからね、コツ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 実は積み重ねていってるタイプなんだよね。っていうか、もともと、テルチャンピンって、ツイキャスの配信者だからね。運営が投げなくて、いや、運営はもともと投げてない。運営が投げてるっていうのは完全に都市伝説。いつ見ても隠れ家みたいな 秘密基地ですね。僕の秘密基地ですね。秘密基地みたいな。男の子憧れるじゃん。なんかせっかくね、一人暮らしだし、ね、好きなことやってるから、そういうふうにやりたいなとか思って。そんな感じですね。リスナーがキャス、っていうよりも、ふわっちがもともと始めたのって、ふわっちからっていうリスナーじゃなくて、ニコ生とかツイキャスで有名な人が入って、ニコ生とツイキャス民が移動したっていうのが俺の認識なの。
もちろん、ふわっちから見始めた人も多少いるんだけど、多分ね、5%ぐらいしかいないと思うの。だから、リスナーがキャスに移動したんじゃなくて、配信者にくっついてくもんだから、もともと。でも、みんなもそうでしょ？みんなもともとふわっちから見始めたんじゃなくて、YouTube からふわっちに来たりとか、ニコ生とかツイキャスからふわっちに来てる。だってさ、まだ3年しか歴史がないわけだから。ワノさんって運いい方ですか？僕は金運はあんまりない方だと思ってるんですけど、人との関わりとか人との出会いは抜群にいいと思いますね。お茶ありがとうございます。やっぱりリスナーとしてはフワッチがやりやすい。あ、まあまあ、どっちもやってくんで、両方とも見ていただければって思いますね。まあ、見たいところで見るのが一番いいと思います。初コメです。昨日良かったですよ。ありがとうございます。頑張ります。まあね、サイトとかアプリの使い方とか慣れてる、慣れとかあるだろうから、そこはまあ、でしょ？みんなそうでしょ？もともとフワッチから見始めたっていう人じゃなくて、YouTube かツイキャスか、ニコ生でしょ？だから、配信者が移動したら、ああ、ユーストリームか。だからね、フワッチから見始めたっていう人って俺5%ぐらいしかいないと思うよ、多分。俺の予想だけど、これはあくまでも。そういうもんなんじゃないかな。だから配信者が移動しちゃうとリスナーが移動しちゃうっていう、そういう仕組みなんだと思う。ふわっちは俺ね、俺すげえ好きなサイトだから、ちょっと今苦しいのはちょっと苦しいかな。ただ稼げるホスト系っていうのかな、要はお金を稼ぐ生主とかを優先してるから、100万200万1000万稼ぐ人を優先しちゃってるから、なんかチャットレディ、チャットボーイみたいなサイトじゃないと思ってるから、俺があくまで望んでるのは配信サイトで稼げるサイトであって、配信者を優遇してほしいので、今フワッチが優先してるのはだよ、フワッチが優先してるのは確実にチャットボーイ、チャットレディーたちだと思ってて、だから俺そこすごい悩んでて、だから配信者が活躍できるサイトを俺はやっていく。私はワドさんの YouTube からテレチャンピオンを知りました。ああ、そういうパターンもありますね。まあ寂しいのは寂しいよね。ニコ生ツイキャスユースト、スイッチからフワッチメインになった自分も。ああ、まあまあ、正統派な流れだね。ニコ生ツイキャスに行ってユーストに一回行ったっていうのがすごいね。俺ね、ユーストとツイッチはね、全然見たこともなければやったことがない。誰かのリスナーだったんだろうね。多分、ユーストに移動したかツイッチに移動したかだね。みーすけってでも、フワッチから俺のこと見始めたんでしょ？おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。あとね、俺ね、いろんなことを学んだね。そっか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 。ユーストとニコ生が同時か。俺ね、いろんなことを学んだ。自然とこういうふうにやっていかないとなっていう、なんか大手さんと絡むことすごく重要だなと思った。コンティニューコインたくさんありがとうございます。なんかね、なんだろう。テクニックなんだけど、完全なテクニックなんだけど、大手さんが自然とやってて自分が忘れちゃってることっていうのがあって、それをね、やっぱね、生で見て、いろいろと学ばせてもらったね。ああ、わかる。俺も青山と沖縄行ったぐらい好きだったな。わかるわかる。優勝はね、ラムメロさんですね。コンティニーコインありがとうございます。FC2 からニコ生フワッチか。結構トリッキーだね。FC2 から入ったってこと。結構トリッキーですね。コンティニーコインありがとう。ライブミーっていうサイトわかんないですね。知らないですね。配信サイト立ち上げるのは無理だよ。サーバーに負荷がかかりすぎるから、スターティングコストとかランニングコスト、まあ2年間運営するとしても数億円持ってないと今は無理。サーバーに負荷がかかりすぎんの。昨日歌ってた歌は、1001のバイオリンっていう曲ですね。ブルーハーツの1001のバイオリン。すごい好きな歌詞なんですよ。ヒマラヤほどの消しゴム一つ、楽しいことをたくさんしたい、ミサイルほどのペンを片手に面白いことをたくさんしたいって。いや、俺和田っち大嫌いだもん。和田っち大嫌いだもん。
生け方は20人くらいがいいって言ってた。増やさないみたいね。ライコスっていうサイトわかんないですね。じゃあ結構古いんだね、みんなね。俺でもね、やっぱね、ニコ生から見てくれてたリスナーさん、声かけてくれたよ、昨日。おはようございます。声合ってた？いや、俺ほら、放送で自分のタイムシフト見てないから、ちょっとね、歌ってる感覚的にはボリュームでかすぎるだろうなと思った。バランス取れてた？後ろのオケと。歌いながらマイクが、要はハウリングを起こすぐらい、ピーンピーンって何回も言ってたでしょ。あれ、マイクの音がでかすぎるの。声が小さいんだよね。お茶ありがとうございます。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。あの歌はね、千一のバイオリンって言って、もう河本ひろさんの歌なんだけど、最高にいい歌ですよ。昨日はあえて見なかった。結構ね、なんか歌良かったよ。すごい好評なんですよね。ライコスは15年ぐらい前に流行ったサイト。ああ、知らないっすね、全然。全然わかんない。みんな声小さかったから、和道さんがちょうどよかった。ああ、だろうね。俺めちゃくちゃ声でかいから。逆にね、普通のカラオケに行くと声がでかすぎて音痴っぽく聞こえるの。俺はほら、ライブハウスで PA とかやってたり、バンドマンだったから、どれくらい声張らないと届かないかっていうの分かってんだよね。会場はすごい盛り上がってたよ。会場すごい盛り上がってた。おはようございます。マイクがところどころ機材トラブル。違うんだよ。本当は放送できないってなったんだよ。で、テルシャンビンがやばいって冷や汗って書いてて、遅れてたでしょ？あれ、放送機材のトラブルできないって言って、で、ああ、もう今日放送できないわ、携帯配信にしようってなって、で、あ、俺行ってくるって言って、機材の人と話して、ここの URL がこうこうこうってやって、放送が始まった。そう。トラブル結構続いてたんだよ。なぜかわかんないけど。お茶爆ありがとうございます。コンティニューコインありがとうございます。キャスは100ポイント無料でもらえるから、たまにやって、たまにやるといい。あ、延長しようかな。あ、じゃあ、すいません。今後ね、ふわっちの放送なんですけれども、延長ね、残り時間になった時に、アイテムいただきます。皆さん、アイテムよろしくお願いします。延長します。延長の時だけアイテムをもらうって。そうすればさ、ありがとう、ありがとう、ありがとうっていう変な配信にならなくて済むから。皆さん、もしよかったら、ふわっちの皆さん、アイテムお願いします。メカニックはね、俺じゃない。メカニックのトラブルがあって、入ったって感じかな。そう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 。昨日、ブルーハーツよかった。ありがとうございます。もしよかったら、フォローしてください。飲み屋で俺は、立教大学法学部卒業で、本当は医者か弁護士になるはずだったとか、生きてるやつがいたから、今何をされてるんですかって聞いたら、無職だって言うから、閉めてやりました。ほう。ああ、学歴はすごくいいのにね、立教大学法学部、医者か弁護士になるはずだった、何されてるんですかって聞いたら無職だった。なるほど、すごいな。運営もある程度配信者に、わあ、花火ありがとう、風船ありがとう。俺はね、ちょっと特殊なんだよね。ちゃんと調べないとと思って、コミュニタリアなのかリベラルなのかっていうふうに考えたんだけど、俺ね、すっごいね、特殊なね、やつなの。要はね、経済政策はリベラルなんだけど、歴史観とか右翼っていうやつで、日本に政党がないって言われてるやつの。だから、右翼からも左翼からも好かれるんだけど、経済的にはリベラル。ただ、歴史観とか保守系に入るの。だからね、社民党とか、昔で言うとこの社民党とからしいね。あ、お茶爆ありがとうございます。いい大学出て無職の人は大抵アスペ。まあ、発達障害の可能性あるかもしれないですね。発達障害の可能性あると思う。まあ、だけど、学歴も大事だし、なんていうのかな、難しいよね、そこのバランスっていうのは。そこのバランス。プロの歌手ってあんまり大きな声を出してないって聞いたことあるけど、これは間違い。最近の歌手はそういう傾向がある。ただ本来は間違い。歌うま選手権で、マイクが近け、下手な人ほどマイクが近いの。
これってダメなことなの。で、今度、ミュージックステーションとかさ、歌番組見てごらん。歌うまい人ほど遠いから。この辺で歌うから。で、マイクが近いっていう歌い方もあるんだけど、それってデスボイスとかで使うの。デスボイスの人がここでやるのは、わっ、おーとか、うーとかいう声って、実は声量が出ないの。だからこうやって歌うの。おい、おーとか、やるじゃん。ボーっていう声。だから特殊なね、歌い方なんですよ、あれは。お茶爆ありがとうございます。いいね、プレゼントありがとう。昨日のブルーハーツめちゃめちゃ良かった。あ、ありがとうございます。なんかすげえ好評だよね。だからね、歌うまの時だけはね、歌褒められるんですよね。なぜか。歌うまの時だけは歌褒めていただけて。あ、定期に糖尿って書かないでください。糖尿らしいです以外は、大丈夫です。皆さん別に糖尿気にしてないんでね。いや、便所太郎さんに相談したらね、もうほぼ間違いなく糖尿病の初期段階だって言われた。もうこれ確定でしょ。村野さんにも同じこと言われたもん。あ、それ糖尿っすね、っつって。で、薬が処方される手前の段階だから、今のうちに対処しないとまずいよって言われた。で、便所さんニコニコしてたもん。わど、糖尿だよ、それ、っつって。大変だよ、糖尿は、っつって、ニコニコしながらね、投票仲間ができたみたいになってる。やばいね、ちょっとね。なんで糖尿になったんだ。前からおかしいおかしい、体調悪いってずっと言ってて、疲れが抜けないとか、体が重いとか、ずっと言ってたじゃん。気だるいとか。で、変だなとは思ってたの。で、年のせいか、なんかストレスのせいだと思ってたんだけど、おそらくこれ糖尿だって。村野さんが糖尿かどうかは分かんないけど、なんかすごい詳しかったね、村野さん。アイワドツ。で、なんだろう、おしっこ行く回数がトイレ10回以上行くでしょ？水も大量に飲むでしょ？運動してないのは足がつるでしょ？体気だるくて疲れるでしょ？おしっこ泡立つでしょ？もう完全に、もうパーフェクトって。もう完全に、糖尿だって。ヤブ医者の家系の便所の見立ては当てにならない。そうなの？ヤブ医者の家系なの？ ヤブ医者の家系なんだ。1日に2キロ歩かないダメ、糖尿は。医者にも、あ、村野さんに全く同じこと言われた。ウォーキングした方がいいよって。でも、ちょうどね、捨て頃で毎日5キロ走んないといけないから、ちょっとタバコ1本持ってきます。悪化させたらダメだって。もう本当に足腐るって言われたもん。足腐るし、もう本当薬になったらもう寿命がダメだって。喉が渇いたらやばいらしいよ。そうそう、生活の乱れね。その通り、その通り。だから糖尿予備軍って言った方がいいのかな。でもね、俺、昨日お米買った時、玄米買ってたでしょ？体がね、分かってるんだよね、体が。あ、これ、ちょっとこのままだとやばいなっていう、その体がそう言ってるっていうか。あんまりね、いい状態じゃないですね、体が。甘いものをね、ちょっと菓子パン3つとか食うし、1食で菓子パン食べるときは。あと、スイーツだよね。マロンのケーキとか2つとか余裕で食べちゃうんだよ。いや、お酒飲まないから糖尿にならないと思ってたんだけど、そう。甘いものが好きだから、そうそうそう、10年後糖尿病ってことね。そう、麦飯は普通に好きだから、早食いなのもそうだしね。だから、ちょっと気をつけないとなっていう感じかな。ちょっと気をつけようっていう。検査キットやった方がいいかな。
身長が170センチで体重73キロっすね、今。体重73キロ。あんこ大好きだよ。もう甘いもので嫌いなもの一つもないぐらい好きだよ。大好き、大好き。超大好きです、僕は。何もかも。まあまあまあ、そうだね。まあ、要は食生活と運動をしなさいってことですよね。炭水、俺、だからさ、もうご飯も一食1.5合ぐらい食うのよ。丼飯いっぱいにする？要は茶碗3杯分ぐらいガツガツ食うじゃん。俺、米が食えなくなるのが本当に辛いんだよね。で、野菜3年ぐらい全く食べてないから。普段全く歩いてない。だからちょうど捨て頃後から体悪くなったの。運動がピタッて止まってからだるい、気だるくなったんだよね。あんまんですよ。余裕であんまん。血糖値は測ってないですね、まだ。俺ね、すっごい血圧低いんですよ。超低血圧っすね。もうガキの頃から家系なんだよね、血圧が超低い。太ってなくても、なんかね、糖尿は遺伝型の1型と2型っていうのがあるのかな。で、2型は生活習慣病。で、あ、確実に2型のタイプだって言ってた。だから、食生活と運動しなさいって言われたね。サメちゃんが、ワドカンとかナマポって言ってた。俺元ナマポっすね。3年前ナマポでしたね。3年前。でも今はナマポじゃないですよ。あんこは甘いものの中でおすすめだから、洋菓子から和菓子に変えるといい。あ、そうだね。でも気をつけないとね、こんなパソコンに向かってさ、ずっと喋っててさ、運動してなかったらダメだよね。俺ね、顔が太らないからだと思うんだよ。顔、今ね、結構顔パンパンに太ってるぐらいなんだけど、それでもあんま変わんないって言われるから、顔が太らないのがね、結構問題なんだよね。ありがとうございます。お茶ありがとうございます。もしよかったら3点セットよろしくお願いします。チャンピンはね、喋り下手だよ、もともと。チャンピンは、喋り下手。で、本人も分かってるよ。薄いとかじゃなくて、そもそも口下手なの、チャンピンで。そうだね。ウォーキングと、あと糖分控えるだね。顔意外と小さいんだよね。お茶ありがとうございます。お茶ありがとでも、なんだろう、こう、放送とは何なのか、配信とは何なのかっていうことを毎日毎日考えてくるけど、ほんとね、なんだろう、もうね、配信業じゃなくて、これ配信どうだと思うね。配信どう。配信どうだよ。昨日めちゃめちゃ面白かったのが、オフパコに誘われたっていうのが超面白かったね。昨日、歌うまの後に、普通にオフパコに誘われるっていう、ちょっと香ばしい出来事があったんですよ。それが面白かった。ドレさんは本当に頭いいかんね。英語ベラベラでしょ？で、学歴も高いでしょ？俺は違うもん。極端に自分の関心のあることだけを。いや、すげえなと思ったの。しかも結構ヘビーなリスナーさんで、コテハンも結構呼び上げてる人で、勇気あるなと思って。ベロンベロンに酔っ払ってたから、多分素が出ちゃったんだと思うけど、いや、超面白くて、なんかもう、はけてください、はけてくださいっつって、配信者は最後に出る。エレベーターの関係で。いや、誰かは言えないよ、それは。誰かは絶対言わないけど、コテハンでコメント書いてる人なんだけど、なかなかはけない人がいて、で、ああ、あれ出待ちしてんな、っつって。で、俺話しかけられてたの、酔っ払ってなかった時に、写真撮ってほしい、私はドーリスナーで、コテカンこれで、って言って。で、出ないとダメですよ、って言ったら、腕ギュッて、ここ、グッてやれて、二次会行こう、二次会行こう、って言われて、いや、二次会行かないですよ、とりあえず外出ましょう、って言って。で、外、エレベーターのとこ連れてったら、ねえ、ねえ、誰にも言わないから、内緒にするから、オフパコをしようって言われたんだけど、目の前にてるちゃんぴんとひかるくんとあきらっぱとしゅまじろうがいて、
ねえ、誰にも言わないから、絶対誰にも言わないから、オフパコして、オフパコしようって言われたんだけど、いやいや、めちゃめちゃ配信者いるじゃんとか思って、でもうなんかテルとかみんなこうやって顔背けてて、でヒカル君がこっち見て俺の目見て、わざ何も聞いてないっすって言った。ヒカル君かっけえなと思って、わざ何も聞いてないっすって。うん、面白かったよね。そう。で、その後下に連れてっても、わざさんオフパコ、オフパコしようっつって、かっけえなと思ったよね。かっけえなって、このリスナーもいいし、このリスナーも香ばしいし、ヒカル君も香ばしいしっていう。いや、ヒカル君は面白いよ。まあなんかもう典型的な和童リスナーっていう感じで、可愛いおばちゃんだよ。年は多分いってると思うよ。可愛らしいおばちゃんで、まあ頭ぶっ飛んでる。 いや、ヒカル君超面白かったね。わさ何も聞いてないっすって、僕ら何にも聞いてないんでっつって。 ヒカル君のそういうとこ面白いよね。おたふく治ってなさそうで、違うよ。シシドゾウほっぺだから。ヒカル君はね、絶対そういうことはね、暴露配信とかしないんだよ。だから、みんな好きなんじゃないの。いや、俺は自分で言うもん。こんな面白いネタ喋らせてもらうよ。こんな面白いネタ。いや、酔っ払ってるから本音が出たんでしょ。まあいい、ねえ、光栄じゃないですか、人気商売やってて。まあだけどもう多分俺の放送来ないなって思った。 もう俺はそれを覚悟で喋ってるから、もう俺の放送来ねえだろうなっていう。来てほしいけどね、そういうのもネタにしていかないと面白くないじゃん。いや、酔っ払ってたのごめんねでいいじゃん。いや、嬉しいじゃん。同じ曲2回歌う、あれはちゃんと考えてるんだよ。曲をかぶせたり同じ曲2回歌うって、その方が盛り上がるとかみんな考えてやってる。考えてやってる配信者は。要はバラード歌った方がいいとか、もう楽屋はすごい打ち合わせてたよ、みんな。バラード歌っても盛り上がんないからアップテンポかな、それとも2回同じ曲歌って同じ曲かよって沸かせようかなとか、ずーっと打ち合わせしてるよ。みんな真面目にやってるよ。大好きな人のモノマネはできるんですよ。大好きな人のモノマネはできますね。なんか興味のない人のモノマネとかできない。そう、ヒカルくん大好きだから、俺。ヒカルくんのファンだから。ヒカルくん超いいやつだから。出会った時からずっといいやつだからね。ヒカルくん大好き、俺。便所さんのモノマネできないかな。便所さんのモノマネできないかな。あゆはどつ、いらっしゃい。よろしくお願いします。便所さんも結構特徴のある声してるよね。なんで肉体労働をさせるの、俺に。肉体労働めちゃめちゃ向いてないよ、俺。肉体労働やらない、やらない、できないよ。肉体労働できない、俺は。ああ、うなちゃんマンね。うな大好きだもん、俺だって。佐野智則大好きだもん。ちゃんマンみんな好きでしょ。ちゃんマン嫌いな人っているの、世の中に。いないでしょ。モノマネ一人座談会ね。 ガバチャで鬱は吹っ飛びますか。いやね、静岡のお茶を飲むと鬱は治るんすよ。
目ガン開きで、ね、粉茶だから、ああ、いや、先輩はね、金杯先輩は、あ、だからパトさんが好きなんだ。あれだよな、エネルギー泥棒っつうのはさ、悪口っていうのはよ、誰かに言われたんだよ。な、誰かに言われたから、自分が気づかねえうちに言っちゃってんだよ。な、な、銀座ママが言ってたもんとか言って。あれ大好きなんだよね。言ってんだよ。な、気づかねえんだよな。つってこうやったばこ。大好きだよ。落語か。お茶ありがとう。お茶ありがとうございます。もしよかったら3点セットよろしくお願いします。嘘ラッシュとか言うなよ、お前。嘘ラッシュとか。いや、最近ね、ドルさん、パトさんのことね、すげえ名前出してディスるんだよね。ドルさんのモノマネも多少できるかな。いや、だからよ、認知的不協和って言ってよ。で、俺ね、ドレワードを、認知的不協和、なんだっけな、いっぱいあるんだよね。ドレワードすごい好きなんだよ。認知的不協和でしょ？あとなんだっけ？認知的不協和。いっぱいあるんだよね。ドレワード。だいたいね、7種類ぐらいのワードでできてるんだよ。ペドフェリアは最近聞いて、俺わかんない。最近1年ぐらいリスナーやってなかったから、最近ペドフェリアなんだ。認知的不協和と、なんだっけ、心理学。ルサンチマンでしょ？認知的不協和でしょ？なんだっけ、心理学。アドラーの心理学でしょ？俺はアドラー派だからっていうのと、あとなんだっけな、アドラーと、なんかね、特定のワードで構成されてるんだよね。だから、そのワードをメモっておけば、完コピできるよ、俺。戦後 GHQ、中国共産党。面白いよね。やっぱ、特徴があるかないかだよ、配信者は。だから、モノマネされるないとダメ。モノマネされるっていうことは特徴があるっていうことだから、ユイガさんって配信乗ってくるとこうやって喋るんだよね。いや、だからよ、お前さ、さっきから言ってるけどよ、おかしいんだよ、な。だから便所はさ、便所なんかあいつ俺の企画のパクってるだけじゃねえかよ、つって、顎がこうやって動いていくっていう。何なんだろうね、あれ。こうやって動くんだよね。金杯さんだって何も喋らないじゃん。へえへえっつってるだけじゃん。タバコ吸ってくるわ。で、終わりじゃない？ 本当に俺、金杯さんの放送1時間見たときこんな感じだったよ。へへ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 へ
喋らず1時間コメント流れ続けて成立してたかんね。ねえって言ってるだけでしょ、うん、本当だよ。みんな気づいてないんだよ。金梅さん一言も喋ってなくてコメント見て笑ってるだけだよ。よっさんはできないかな。お茶バカありがとう。お茶バカありがとうございます。昨日歌良かった、ありがとう。なんだろうね、歌うま選手権の時だけ3倍目わっさんいいっすね、気持ちいいっすねっつって、ちょっと似てないな。ばあさん、ばあさん、いいっすね。前は金梅リスペクトしてたのに。俺全然金梅さんリスペクトしてるよ。うん、あ、たけしさんはね、畜生だろうね、完全にね。こうやってね。うん、便所さんいけないんだよね。ドレさんは、だから認知的不協和、戦後 GHQ、中国共産党とか、ある程度、ドレのアドラーの心理学とか、いろんなワードを収めて、低い声で喋ったらいけるよ。で、マイクこうやってやればいいんだ。
昨日の審査は操作されてたよね。いやどうなんだろうね。俺はもうあの直樹兄さんにビールが渡されたタイミングでまずいって思って、で後ろで見てたんだけど、のりゆきさんが出てきて、ああもう無理だって思ったので、選曲もくれない2曲目にぶつけようと思ってたから、もう盛り上がっちゃったじゃん。うわーって湧いたの、のりゆきさんが。でただでさえプレッシャーなのに、ステージに立ったら曲が違う曲流れて、あもうこれ負け確だって思ったね。だからもうビール渡されて、酒の下りでコメント盛り上がって、のりゆきさん登場でドカーンってなって、で自分の曲が流れない、あ持ってないわと思って、もうカラオケ楽しもうのノリだよ。うん、カラオケ楽しもうっていう、うん、そんな感じ、うんうん、サメ島さんのモノマネできないかな。サメ島さん結構特殊な配信やるからな。のぎ兄さんねちょっと太ってたね、うん、まあだからやっぱ捨て頃の後運動しなくなって急にあのあれでしょ、変わったんでしょ、多分多分そういうことだと思うよ。うん。直樹兄さんはロリコン野郎です。ああ、若い人が好きな人って何なんだろうね。俺本当に理解できないんだよな。若い人が好きってなんか何なんだろうね。あ、のぞみさんはできるね。鮫島さんのお姉さんはできるよ。のりこさん、のりこさん、なんで裏切るの？なんでそういうのダメだと思う。今日調子悪いね。なんでなんでなの。のんちゃんは悪くないと思うっつって。どうして友達裏切るのって。今日下手だな。ペドフェリアっていうのが流行ってるんだ今。うなはエコーかけていい。今日なんか調子悪いな、うん、あ、いや、おいおいちゃんはよ、あ、いや、花火上がってっから、おい、おい、ケビ。いけるな。うん、大丈夫。やっぱどれが一、あ、どれじゃない、ウナが一番うまいね。うん。佐野さんおはようっていうね。いや、アイラも意外とうまいんだよね。アイラがやるうなちゃんマンのも似てるんだけど、なんか好きなツボが違うのよ。アイラがやるのはロートーンのうななんだよね。あ、違う、テンションが上がってるうななの。俺はテンションの低いうなが好きなの。若ければ価値あるみたいになってる。俺はね、なんか若い人は未熟な人ってイメージがあるっていうのと、会話が合わないから、価値と価値じゃん、人を好きになるって。わあ、お茶箱ありがとうございます。そう、いや、ウナは結構ね、このウナとかアイラもウナそっくりなんだけど、アイラがやるウナちゃんマンと俺がやるウナちゃんマンってテンションが違うんだよね。お茶箱ありがとう。お茶箱ありがとう。わあ、すごい、お茶箱ありがとうね、うん、お茶箱ありがとうございます。そう、どのウナかみたいな。でもアイラのウナちゃんマンは相当うまいよ。あと俺が好きなのは鮫島さんのモノマネするホープさんがすげえそっくりで、ホープさんのモノマネはうなちゃんマンが、あ、うなちゃんマンじゃない、鮫島さんが一番うまいね。生殖を考えたら若い子って言ってる時点で動物的じゃないですか。あの、それって性欲をまだ消化できてないっていうことだと思ってるんですよ。で、なんだろうな、なんだろう、大人になったら自然とモテるのが普通だと思ってて、若い子がなんで女の人に必死になるかっていうと、自分が未熟だから、その仕事ができなかったりとか魅力がなかったりするから、女の人にアピールをしないといけないと思ってんので、大人の男の人の方が収入が多いし知識も多いし立ち振る舞いとかもできるから自然とモテちゃうと思ってるのね。だから俺、女の人をいい年で追っかけてるっていうことは自分に魅力がないっていうコンプレックスの裏返しに感じるの。そう、アイラ売れてるの不思議だから見に行った。声深いね、謎が深まった。あ、俺アイラのモノマネやろうか。
アイラのモノマネやろうか。あのね、これアイラの放送を見てもらいたいんだけど、いくよ。開始5分のアイラの花火ありがとう。おう、花火ありがとう。これくらいね。開始30分のアイラ。おう、花火ありがとう。2時間ぐらい経ってベロンベロンになったアイラの花火あるけど、花火ありがとうってどんどん声が高くなってくの。最初はね、ロートーンなんだよ。すごい低いところ、お花火ありがとう、どうだ、お元気か、あ、最近落ち込んでんだろ、なあ、あんま落ち込むなよ、元気出せよ、KB ぐらいの、花火ありがとう、お花火ありがとうって。後半すごいよ。おう、花火ありがとう、花火ありがとうみたいな。ああ、なあ、なあっていう。あれも面白いんだよね。はい。ふわっちの方延長します。アイテム皆さんよろしくお願いします。面白いなと思った人、応援したいなと思った人、延長代よろしくお願いします。延長します。イラッとくるとこまでよく表現できてる、素晴らしい、ありがとうございます。風船ありがとう、風船ありがとう、ありがとうございます。アイラ面白いよね。なんで画質いいの、画質いいっすかね。どう、普通のウェブカメラなんですけど画質いいですか、わかんないな。あのロジクールですよ、普通に、ただのロジクールです。画質いいかな、俺の放送そんなにいいとは思わないけど、どうなんだろう。まああれですよ、普通のパソコン配信とあんまり変わらないはずなんですけどね。画質いい感じ？あ、まあ iPhone で配信するよりは全然いいはずですよ。うん。アイラね、意外なんだけど、あの男の人をね、結構ね、納得させるトークスキルみたいなのも持ってるよ、アイラは。アイラは持ってる。アイラな、ね、多いよね。うん。普通に面白いと思うけどな。初見さんよろしくお願いします。どうも、おはようございます。コンティニューコインありがとう。コンティニューコインありがとう。サンキュー。もしよかったら3点セットよろしくお願いします。いやーでも糖尿病な、どうやって向き合ってこうかな。どうやって向き合ってこう。お米の量を減らすしかないのかな。やだな、うん、嵐はブロックしますよ、気をつけてください。きなこ豆乳飲んだら治るんじゃね。どうなんだろうね、どうなんだろう、治らないと思いますよ、うん、治らないと思いますよ。アイラは資金尽きても配信すべきだ、やはり引きこもりキッス。アイラはだってもともともう超配信脳だと思うよ、うん、アイラがモテるの分かんない、うん、それが分かったらね、自分で実践するよ。ああ、まあ同時配信やってますね。糖尿の人はお米、そうだね、糖分だから、糖分だから、うん、要はお米って砂糖だからね、あれ砂糖と食物繊維だから、だから糖分取りすぎが糖尿病だからね。ああそうなんだ、ひどんなさんもねそうらしいよね、なんかあの糖尿病になっちゃったらしいよね。病は専門家に相談するべき、まあまあまあそうですね、うん、まあその通りですね。
まあでもね、まさか自分がね、糖尿病っぽくなるとは思ってなかったから、ちょっと俺はショックだよ。ちょっとショックっすね。この先どうしてこうっていうふうに悩んでるよ。甘いものやめらんないよね。美味しいもんね。でもさすがにね、これはね、ちょっと変えていかないとまずいなと思ってる。ていかないとね。ジュースはそんなでもないんだけど、スイーツとか菓子パンとかが大好きなんですよ。だからね、ケーキ2個ぐらい、コンビニのケーキ2個とか平気で食べちゃったり、プリンとどら焼きとかスイーツ2個ぐらい買って、しかもご飯大盛り食べた後にそれ食べちゃったりするんだよね。お茶バカありがとう。お茶バカありがとう。あね、そこは良くないなと思ってる、自分の中で。ちょっと、まあ、これはいつか破綻するなっていう。糖尿病じゃなくてね、多分ね、初期の糖尿の段階に入ったんだと思う。やだよ、砂糖買ってこいって何させる気だよ。お前、俺のこと殺す気だろ。砂糖買ってこいってなんだよ。やだよ。俺はまだ行きたいんだよ。あ、使えてますね。使えてます、使えてます。だから、そうそう、運動と食事だったらまだ間に合うっていう。あのね、遺伝的に言ったら家系に糖尿の人いない。だから不摂生。おー、お茶バカありがとう。みんなお茶バカありがとうね。おー、すごい。星2.5になった。ありがとうございます。お茶バカありがとう。家系でいないんだよな、糖尿病の人は。病院は行ってないよ。お茶ありがとう、お茶ありがとう。ありがとうございます。でも、なんだろう、リスナーさんから言われてたりとか、あと、お茶爆ありがとう。いやー、砂糖なめ、ね、え、砂糖なめてた方がいいの？え、砂糖をなめてた方がまだマシってこと？コンティニューコインありがとう。配信者最近みんな糖尿だよね。配信者みんな最近やばい。ロハコさんが憑依したのかな。コンティニューコインありがとう。ありがとうございます。ふわっちもね、もしよかったら延長してるんで、アイテムお願いします。お茶バカありがとう。ホイップクリーム大好きだよ。ホイップクリーム大好き。でもなんかロハコさんあれだな、低糖質のお米みたいなの食べてたな。おはようございます。よろしくお願いします。まあだから運動不足と糖分取りすぎってことだよね。おはよう。おはようございます。甘いものは美味しいんだよね。やめらんないんだよな。俺ね、プリンはそんなにはまらないかな。あ、黒砂糖の方がいいって言うよね。そうだよね。甘いものはあくまでご褒美っていう感じで。ね、週に1回とかさ、3日に1回とか、そういう感じしないとダメだよね。もう完全に俺主食にしてるもん、甘いものを。糖分取ったらさ、頭ね、ごまかせるから、低血糖をごまかせるから。あとモンスターエナジーとか、ああいうのをね、やめようと思う。なんだっけ、モンスターエナジーとかレッドブルとか。バカありがとうございます。美味しいよね。美味しいよね。そうそう、週に1回とかね。蜂蜜もいいんだ。蜂蜜なんか体に良さそうだよね。夜中に起きると糖尿になる。糖尿の配信者はみんな夜中に配信してる。確かに。血糖値が一気に上がることが悪いから食べ物の順番も大事。あと、そうそう、よく噛んで食べなさいって言われた。いや、だから贅沢病だよね、簡単に言ったら。贅沢病。俺ね、野菜3年ぐらい食ってない。野菜3年ぐらい食ってないですね。PC で配信中。ああ、それ多分 YouTube の方じゃないですか、5号さん。それね、タイムシフトですね。甘いものでもドーパミンの量。エナジードリンクはなんか糖分高そうだよね。だからちょっと気をつけるよ。もうこれは多分警告なんだよ。
あの神様からの、お前こんなことやってたら死ぬぞっていう、頑張れって、うん、病気で死にたいのかって、まあ贅沢病だよ、うん、贅沢病、うまいもん食ってる、みんなブクブク太ってるもん、配信者ことごとく太ってるよ、うん、ねえ、いい配信だね、面白いね、うん、YouTube はねプレミアム登録ってことだから、そう YouTube の方は違う、糖尿じゃなさそう、そう、うん、野菜は食べだすと体楽になるのが分かります。何ヶ月ぐらいで体感で分かる？あれ根菜とかじゃなくて生野菜ってことでしょ？キャベツとか。おい、おはよう、和田つ。香川さんもそうだよね。ダイエットのために食事減らしてウォーキング始めたら痛風になった。あー、まあでも香川さん太ったり痩せたりリバウンド激しいもんね。そうだね、タバコ吸ってるからね、ちょっと食事は怖い、もう本当に体の疲れが抜けないから頻尿なんすよ。でなんでこれを便所さんに相談したかっていうと、トイレ10回以上1日行く、配信でもトイレ行くわトイレ行くわ30分おきに言ってるでしょ。で喉が渇いて水ばっかり飲んで1日8リッターぐらい飲んでんの、水分を。トイレ頻尿を、要はトイレ10回以上行く、水を8リッターぐらい飲む、で疲れが異常に取れない、で運動してない日なのに寝てるとき足がつるときがあるの、痛い痛い痛い、つるので、あとなんだっけ、まあまあそういったものが重なってて、便所さんにこういう症状があるんですけど、リスナーさんが糖尿だって言うんですけど、糖尿じゃないですよねって言ったら、便所さんが笑いながら典型的な糖尿っつって、村野さんも典型的な糖尿って、うん、コーヒーはね砂糖一切入れないんですよ僕は。寝るときにおしっこでは起きない、うん、牛じゃないから生野菜はやめとけ。生野菜じゃないのはあれビタミンとか壊れるんじゃないの、うん、でしょ。78号さんも糖尿だよって言うでしょ。だから糖尿を知ってる人はもう典型的な糖尿っていうの、うん、糖質制限は俺もダメだと思う。あれは朝方は喉ガラッカラッカラになる、カラッカラになる。だからもうこれくらいのコップを一気に飲み干すぐらいガーッと、むしろ喉の渇きで俺目覚めるって感じ大体が。糖尿には野菜と海藻と有酸素か、そう食生活見直すわ、うん、モンスターエナジーもやめる、うん、やめる。でもねなんかねリスナーさんに聞いたけどこれは OK だって、タリーズのブラックだったら OK だって言われたから、これだな、これとお茶、これとお茶、うん、血糖値測った方がいいけど俺保険証持ってないから、うん、ちょっとあの来年の目標は健康保険を支払える財力を身につけるっていうのがテーマだね。税金払うことと健康保険証を手に入れること。いややめて、モンスターエナジーノンシュガーも出てるぞってやめて、結局それループになるんだって、甘いもん欲しいのループになるから。でもノンシュガーのやつ飲むと俺お腹下すから、あれ絶対添加物で体に悪いと思う。コーヒー利尿効果があるんだ、うん、献血言っといた方がいい、うん、添加物も危ないからね。結局糖尿が治ってもそれ他のさノンシュガーとかで癌になったりしたら意味ないから、だから規則正しい生活でしょ。いやもう保険だからなんだ、生活保護抜けてからずっと払ってない、2年ぐらい払ってない、うん、生活保護の間は別に保険払わなくていいから、まるまる2年払ってないよ。ちょっと市役所行かないと来年。へえ、メカブも取るの、ああ、なるほどね。OK、 もうとりあえずまず第一段階はスイーツをやめること、菓子パンをやめること、ジュースをやめること、うんうん、コーヒーはレギュラー、ネットで検査薬もって、だから保険証がないから、うん、2年でも受けれる、大丈夫、うん、一通り検査して結果を教えてくれるからな、健康診断行かないな、せめて献血でも分かるの血糖値って、うん、献血でも分かるの、
5000円ぐらいで血抜いてくれないかなっつって。カット野菜も添加物すごいんだ、マジだ。ああもう何にも食えねえな本当に。アスパラテームやばい。ほうほうほう。アスパラテームってでも痩せるって言って流行ったやつじゃなかったっけ、人工甘味料で。すごく痩せるって言って一時期ブームになったよね。いや分割とかで払うっていう形にすればいいんじゃないの。分割とかで支払うとか、さすがにだってね、なんかあった時怖いもんね。自炊もいいね、自炊やって手作り料理一番だよね。ちょっとだから料理配信増やすわ。ちょっとコンビニ弁当食いすぎ俺。コンビニ弁当とかオリジン弁当とかに頼りすぎてるから、自炊しよう自炊。アスパルテームか、ありがとう。だからみんなアドバイスしてよ、あのお前食生活ちゃんとしろっつって、うん、でもリスナーさん詳しいよね。おはようございます。 T シャツで寒くないよ。っていうか野菜安くない？俺この前スーパー行って筑前煮の材料買おうとしたら、こんな立派な人参21円で売ってたの。安いよね今年。なんか野菜めちゃめちゃ安くない？なんか豊作だったのかな、びっくりしたんだよね、うん、あいいねバラ肉とね白鍋ね、いいねいいね。安いよね今年ね。刃物も安いんだ。なんかさその前の年さ、あのほうれん草とかが600円とかでびっくりしたの。ほうれん草ので鍋にほうれん草使おうっつって、ほうれん草じゃないな、白菜だ、白菜、のんちゃんと白菜食べたいね、白菜買おうとしたら600円みたいな。あったよね600円みたいな。夏場の反動なんだ、うん、いや去年の白菜やべえなとか思ったもん。いやなんかね、なんか一時的にね高騰したんだよね、白菜が取れないとかなんとかで、うん、あの時きゅうり1本300円とかだった、やばかったよね去年。なんかねコンビニの100円サラダとかカット野菜も結局ダメらしいよ。今コメントに書いてあったけど添加物が入ってるからダメだって、うん、いやだから何を信頼して食べていったらいいのか分かんないよねもう現代社会、うん、何を食べていくのかっていう。うだうまありがとうございます。はい、お疲れ様でした。ごめんなさい、応援してくれてた人。初戦で、また直樹兄さんに負けるっていうね。すいませんでした。栽培はするとこないね。お茶ありがとうございます。お茶ありがとう。ありがとうございます。うん。栽培する場所は東京にはないよ。うまかった？そうかな、俺タイムシフトで自分のほらコメント5000人ぐらい見てたからさ、もうパッて見てコメント欄見ようと思ったらもう流れて次の話題に行っちゃってたから、ああ俺どうだったんだろうと思ってすげえ気になってるんだよね。いけてた？え、コメント欄は実際どうだったの？俺が歌い出した瞬間は。ありがとうございます、お茶ありがとう。歌った感じはどうだったの？なんか和道かよみたいな感じで、相変わらずアンチコメント叩かれてたんだやっぱり。うん、いやコメントの空気っていうかさ、いいコメントたくさん流れてた。お茶バカありがとう、お茶バカありがとうございます。あそうなんだ、いいコメントも流れてたんだ、嬉しいな。菓子類はあんまり食べないけど、菓子パンと甘いスイーツ、ケーキ系パフェ系はすごい好き。でもあ意外と うまいってあったんだ。へえ、歌うまで荒れてたんだ。コメント欄は確かに荒れてるは荒れてるんだね。喉かなり乾いてる状態ですね、カラッカラですね。毎朝はもうカラッカラでもうやばいって感じ、うん、
なんかね、歌うまの時歌良かったよってみんな言ってくれるから優しいなぁとか思って。嬉しいなぁ。歌うまだからね、出るとね、なんか良かったんだよね。生バンドって俺もともとバンドマンなの。ドラムとかやってたんで、はい、ここにもドラムスティックありますけど、全然、ライブずっとやってたんで、人前に出て歌うとか全然恥ずかしくないんですよ。全然平気ですね。全然余裕ですね。緊張とかしないですね。そう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 。あ、そうなんだ。歌い出して、あれ、うまくない？ってなったんだ。ほうほう。マドさんの声って優しいから、スーッと入ってきて心地いい。あ、ありがとうございます。コメントのアンチなんて気にすんな。いやー、いいコメントだね。まあまあ、俺は石川紀之さんが出て、ビールで、ビールの飲酒運転のくだり、石川紀之さんで、やっべえな、この流れって思って、よっしゃ、でも、やってやるって思って、じゃあ、歌ってくださいってなった時に違う曲が流れて、ぐだって、あ、もう負けたって思って、歌いながらさらに思ってたのが、なんで俺の時だけバンド演奏しないのっていう。4連チャンぐらいトラブル重なってたからね。え？生演、ドラムは？ベースは？ギターは？俺の時だけライブなしかと思って、俺はちょっとへこんでたんだよ。俺はかなりへこんでた。辛いと思って。バンドがフリーズしてたよね。いじめかなっていう。窓の方が良かった。ありがとうございます。あれはね、ちょっとね、なんか歌いながら心が折れそうになってたね。歌いながら心が折れそうになってた。いや、だから、そう、バンドのオケ隊は、ワドのアンチだったっていう噂だよ。最後はワドだけど、のりちゃんって表でコメントたくさんあったんだ。まあ、のりゆきさんすね、すごいよね、やっぱね。会場も、わーってなってたもん。最初に歌った人も楽器なかってなかったけど、わ、いや、なんか、いろんな都合があるんじゃないの？わかんない、ちょっと。なんかあるんだろうね。なんかあるんだろうね。いろんな大人の事情があるんだよ、大人の。テル結構へこんでたけどね、テルも所詮敗退だったから。いや、おしゃれだね。ありがとうございます。いや、なんか、甲賀忍法帳めっちゃノリノリだったよね。すげえ乗ってるなと思って、俺この距離で見てたから、カメラ撮ってたから。めちゃめちゃ乗ってたよ、甲賀忍法帳。すげえと思って。すごい乗ってたね。てるちゃん負けたのおかしいと思った。まあ、ファン心理だよね、みんなやっぱ。審査員おかしいだろう。石川票って2曲目何歌う予定だった？2曲目、いや、だから最初に紅ぶっ込んだらよかったと思った。要は歌うま選手権1、1の時出場した時は紅ですごい受けたから、俺2曲目は紅歌う予定だったから。そう。っていうか、勝てるだろうと思ってたの。正直勝てるわって思ってたから。でもまあ持ってないね。和道っぽいよね、ここはね。いや、クレイジーバビアン面白かったよ、ちょっと。偉そうにきちんと審査してて笑った。なんだろうね、絶妙なんだよね、なんか。分かってるわ、この人って思ったもん。あ、ありがとうございます。おはようございます。歌う前に出る人は、費用かかんないですよ。費用かかんない。肉がめちゃめちゃうまかったんだよね。さすが銀座だよね。ステーキの肉、めちゃくちゃいい肉で、すげえうまかった、肉。肉をずっとつまんでた、俺。テルチャンピンは、審査員の誠司さんにムカついてたらしい。何があったんだろう。まあでも相当赤字だって言ってた、テルは。多分ね、60万ぐらいの赤字なんだよね、あれ。
歌うまできレースではないよ。うん、うん、いやだからテル苦笑いしてたもん、負けたわっつって。いやこれであのできレースじゃねえの分かっただろうって俺に皮肉言ってたもん本気でへこんでたよ。自分の推しの企画で60万赤字覚悟でガンガンに投資して初戦敗退する主催っていうのね。あ、ありがとうございます、お茶ありがとう。1万出す価値あった。いやだから銀座でお酒飲み放、いやだからね、あのその話よ結局ね。あ、よろしくお願いします。結局なんだけど、俺が今回の話のテーマでもあるんだけど、あの客層が変わった。もう俺ニコ生の感覚でずっと配信やってたけど、よく分かった。要は1万円払う人が50人60人集まってて、あのねみんな着飾ってて、本当に美人モデルさんみたいな人もいるし、おばちゃんだとしても気品がある感じだし、なんて言うんだろう、リア充なんだよ。ふわっちとかツイキャスのリスナーさんって、俺のイメージしてるリスナーさんのオタクとかそういう感じじゃなくて、なんかね、その パリピっていうのかな、うん、なんか飲み行こうよみたいな、この後打ち上げみたいなノリだから、あー時代変わったなーとか思って。そう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 、だからまあお酒飲み放題で、食事も超美味しい食事が食べ放題で、でなおかつ配信者が、有名配信者が20人ぐらい出て、1万円出す価値があるかどうか。陽キャ、完全に陽キャ、うん、完全に陽キャだと思う、うん、ギリケンババアいなかった。いやだから俺にオフパコを迫ってきたのは和道リスナーだなって思ったよ、うん、お前かと思って、うん、オフパコを迫ってきた痛いやつはその人だけだったよ、うん、もうだからなんかなんて言うんだろうな、配信がサブカルの時代は終わったんだなって思った、うん、そう陽キャを引き継いでるの俺だけなんだと思って。要はね、石川紀之さんがキャラ変したとか、水にゃんがキャラ変してうまく当ててるじゃん。これからはね、要はね、要は配信っていうのってサブカルじゃなくなってて、サブカルだと思ってるの俺だけだったんだよ。もう一般層が入ってきてるの。だってね、俺ね、それ昨日の気づきで一番でかいんだけど、俺この画像を見て思ったんですよ。皆さんちょっとこれ見て、この写真を見たときに、あれ？オタクがいないってことに気がついたの。俺以外オタク一人もいないと思って。あ、俺だけだったんだ取り残されたのって。みんなパリピで陽キャでリア充だっていうことに、お客さんもあんな感じなのよ。もう髪の毛、シルバーのアッシュの、なんかかっこいいジーパンと、おしゃれなオニー系ファッションみたいな。あー俺取り残されてるわっていう。でも田舎のヤンキーも陽キャじゃん、ヤンキーってことは、うん、だからさ、なんかちょっと悲しかったよ。あー俺が好きだったよ、俺は守るけどね、俺は最後の砦になろうと思ってるよ。陽キャ配信者、陽キャラ、あ、じゃあ陰キャか、陰キャラ配信者の和道、うん、あそこだけ時代がおかしい。だからまあ俺、うちの枠が若い子が少なくておっさんおばさんばっかりっていうのは多分ノスタルジックなんじゃないの。いや俺は守らなきゃと思った。そうだよね、だからうちの枠で1万なんて払えねえよとか、銀座かよっていうのってそういうことなんだと思った。これが秋葉原で2800円だったら来たかもしれないんだよ。池袋か秋葉原でだったら来たでしょ。池袋か秋葉原でね、あのマックス4000円台だったら確実に来たんだよ。そう、俺ね企画するよ、今度来年から企画するんで、うん、ニコ生のノリで行くならノリコと色、あノリコは全然一緒にいるよ、うん、ノリコといる、いる、
なんかね、時代変わったなって本当に思ったね。いや、バブル知ってる人じゃなくて、バブルに取り残された陰キャが俺の枠を好むんだよ。違うの。入場料1万って高いのかなって言ってる人は金銭感覚が普通の人だよ。俺らのルールとは違うんだよ。俺らのルールとは、ノスタルジックっていうか、ただ単にノリコと付き合ってるからババアがワンチャン狙ってるだけ。まあまあまあ、全然ワンチャン狙ってくれていいんだけど、だけどこのままだと取り残されると思った。このままだと、あのさ、もうさ、カット野菜に添加物が入ってるのを一人で帰っている人誰？もうさ、気づいてよ。スルーしてるんだから。もうずーっと30分放置してたけど、一人のリスナーがカット野菜の拾ったじゃん、一回。カット野菜も危ないらしいよって拾ったのに、ずーっとカット野菜の漂白剤は水道並み無害でって、一人で書いてるんだよ。これが和道リスナーなんだよ。カット野菜コメント拾って、落ち着いてねってやったのに、ずーっと30分カット野菜には添加物が入ってて、すごい体に悪くてって、もう一人でも添加物の話したくて、他でやってくれよ、本当に。こう、もう病気だろ、本当に。もうさすがに言わせてくれ。もう長いから、誰も突っ込まないし、もうそれか、もしくはお前はもうカット野菜に変えて、お前の小手半カット野菜にして、ずーっとカット野菜の話しとけ。他枠でも、もうキャラクターにしちゃえよ。なんで気づかないんだろう、うちのリスナーって。こんなのばっかりなんだよ。一人でずーっと長文でカット野菜、誰も聞いてないんだよ。誰も興味がないのに、一人でカット野菜についてグワーってなってんだよ。気になるんだよ俺は。もう誰、もう止めろよっていう。まだ言ってるんだよ本当に。何なんだろうね。KB ありがとう。あ、延長しまーす。ふわっちのリスナーさん、延長するので、相手もよろしくお願いします。相手もよろしくお願いします。なんかうちは癖強いよなぁ。いいね、プレゼントありがとう。いやいや、気になるんだよ、俺は。これを拾わないとっていうね、やっぱね、風船ありがとう、ハートありがとう。カット野菜芸が、やっぱここは拾いたくなっちゃうんだよね。ハートありがとう、風船ありがとう。いや、類ともなんだよ、類ともなんだよ。あー、バーガーありがとうございます。バーガーありがとう。いや、でここでしょげるのがなんかリアルだよね。マジかよって。カット野菜ここでガチ勢は、いやカット野菜はさってまだ続けるんだけど、ワドリスナー繊細だから、もうしばらく来ねえわみたいなのでキツネ枠でアンチコメント書くの。カット野菜の下りとかそんなに悪かったかみたいな。無添加のやつはそんなに悪いこと言ってなかったぞ。セルフフォローを始めるんだよ、なんか別アカウントで。へこむんだよ。和道リスさんすっごい繊細だから。そう。しばらくフォロー外れたり、だから、フォロー外してるんだよ。多分、カット野菜さんは。で、4日後にフォローした、アカウントがカット野菜の人だよ。いやー、なんか癖強いよな、うちのリスナーは本当に。だって歌うま選手権とか陽キャとか陰キャとかね、配信会のことを30分話してるのに、一人でカット野菜がいかに体に悪いかっていうことをやり続けるんだよ。どんだけメンタル強いんだよどんだけメンタル強いんだろうと思わない？いや俺思うよ。どんだけメンタル強いんだろうこの人っていう、いやー面白いよね、面白いよね、日本の水道水は検査項目が40項目ぐらいあります。ちなみに、海外のペットボトルの水の検査項目は一桁です。実は水道水に浄水器をつけた水が日本一安全な水です。これも真実です。はい、ありがとうございます。カット野菜さんありがとうございます。メンタルどうのこうのよりただのアホ、今度は水道水マンが来たね、あでも俺まあ一個言わせてもらうなら、やっぱりね、水道水の民営化は反対かな、民営化は反対。
いやー、水道民営化はダメでしょ。っていうかさ、お前ら考えてみろよ。お前さ、クリスマスで街がにぎわってる時に朝の9時に俺水道民営化は反対っていう話をしてるんだよ。これが陽キャに受けると思う？イエーイ、お酒最高って言って、わーかわいいとか、今度飲み行こうよとかさ、今度イベントやるでとか言ってるやつらのところで、俺水道民営化は俺反対だよねって、そんな受けるわけがないよね、陽キャに。俺も俺だよね。いや、あのカット野菜もカット野菜だけど、俺も俺なんだよ。水道民営化なんて、あの話すべきじゃないんだよ。陽キャに向かっていかないとダメなんだよ、陽キャに。俺今だから、あ、カット野菜と同じことやってるって思ったもん。それは陽キャブラウザバックですよ。陰キャが集まってくるんだよ、陰キャが。そう、いやだから、まあまあまあやっていきましょう。コアでね、濃い放送にしていきましょう。水道民営化されてるよ、水道民営化、民営化だーっつってならないもんね。イエーイ民営化ーとかならないもんね。シャンパン開けようとかならないもんね。暗いよね水道民営化の枠って暗いよね、確かに。確かにね、テルチャンピンの枠でね、カット野菜の話とか水道水がどうとか見たことないもんねところでさ、テルチャンピン、テル君はかっこいいんだけど、あのカット野菜の有毒性についてテル君はどう思う？実はね、カット野菜っていうのは漂白剤が入ってて、実は今テルチャンピンが食べてるカット野菜っていうのはものすごく体に悪いんだとか、絶対流れないもんね、絶対流れないもんね。はい、ワード2、テルの枠で絶対流れないわ。確かに俺がそういう空気を作っちゃってるんだよね、何言うてんねんお前キモいわで終わるもんね。そうだよね、俺が呼び寄せてるんだよ。俺がカット野菜は俺なんだよ。そう、カット野菜は俺自身だよ、おっさんおばさん多いの分かるよね、何かに怯えてる。でもだからもう俺はだから、あ、終わったって思ったもん、自分で終わったって思った。要は陽キャの人たちがメインなわけ、もう9割イケイケなのよ。で1割ぐらいしか残ってないの、もう陰キャは。ニコ生系、2チャンネル系、古い人、もうツイキャスとかもキャッキャキャッキャ、かわいい、メイクどこの、そのバッグどこの、素敵、あ、今日も歌素敵とかいう文化なのに、ねえ、こっちとらカット野菜の話だよ、本当に。いや、リスナーは配信者を映す鏡って本当だよ。だから俺本当正直言って、歌うま選手権で一人で浮いてたもん。客観的に分かった。あ、俺、一人別の場所にいるっていうか、ここにいてはいけない人が俺いるって。だからもう俺カメラマンに徹してたもん。後半。ただシャッターをひたすら切るオタクみたいになってて、自分を紛らわせてたからね。僕は配信者じゃありません。今日はカメラマンですからって言い聞かせて。カシャ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 、もう黒子に徹してたから、いや、ツイキャスキモいって言って、ツイキャスからすると俺らがキモいんだよ。一般人からすると俺らはとんでもなくキモいんだよ、多分半端じゃなくキモい枠なんだよ。何あそこ、何水道の有毒性って、何怖い、カット野菜食べるしって思ってるんだよお母さんカット野菜ってダメなの？いやダメじゃないよってカット野菜食べようって、なんか怖い、カット野菜が毒だって言ってる。水道水飲んじゃいけないのお母さんってなってるんで。いや、水道水みんな飲んでるよって。こう、もうだから向こうからすると、こっちが怖いんだよ。こっちは向こうが怖いんだよ。キャッキャキャッキャしてさ、なんかもうキラ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 して。こっちからすると向こうが怖いし、向こうからするとこっちは恐怖だと思うよ、相当の。何ってなってんだよ。いや、もう俺はだから、この客層全部根こそぎもらってるよ。俺らはキラキラしてる方が怖いよな、なんかな。
俺らからするとお前らの方が怖いわって。銀座でカラオケパーティー、はぁ、会費1万円で銀座でカラオケパーティー、テルなんて言ったと思う俺に。和道客何人呼べるって言ったんだよ。呼べねえよ。うちのリスナーが銀座で1万円の会費で一人も来ねえわ、なめんなよ。来るわけねえだろ、絶対来ないわ。せやなって言ってたもん。テル来ないよって言ったらせやなって言ってたもん。何そのせやなは。ねえ、俺だって銀座に行った瞬間震えたもん。なんかこの辺ふかふかしてたよ、歩いてる人。新宿にいないよそんな人。この辺すげえなんか小動物がこの辺に巻きついてたんだよ。おばさんがみんな小動物この辺に巻きついてたよ。ふざけんじゃねえよ本当に。なあ、低所得者なめんじゃねえよな本当に。いや本当に全員ふかふかだったよ。いや俺もよ、俺でよく乗り込んだなって思ったもん。いやー新宿もちょっとハードル高いんだよ。あの池袋秋葉原だよやっぱり。池袋秋葉原、そうその辺でしょ。ユニクロで銀座はきついよね。いやーもうだからなんか配信者もどんどんおしゃれになってくのよ。びっくりするよ本当に。こじゃれてるのよ、びっくりした。なんかこの指輪80万とか言ってんの。リスナーさんからのプレゼントでこの指輪80万なんだって。80万の指輪をリスナーさんからのプレゼントが日常会話なんだよあいつら。ツイキャス民はねえ、これリスナーからさんからもらったんだけど80万なんだって。どこのメーカー？いやよくわかんないんだけどって。80万だよ、考えられないよ本当に。考えられないでしょ。ああこの腕時計リスナーさんからもらいもんなんだよとか、もう余裕なんだよねえ。俺がリスナーさんからもらったもの見せてやるよ今。みーすけ、みーすけありがとうな。みーすけ、みーすけありがとう、本当にありがとう。みーすけありがとう、空気清浄機です。なんて家庭的なんでしょう。なんて家庭的なんだろう。ニコ生の俺からすると超高額商品だよ。ニコ生出身の俺からすると超高額商品だよ。コンティニューコインありがとうございます。いやだから30万のカメラはあいつら買わないんだって。だからもう30万のカメラを買ってもらったっていうのが陽キャからすると、え何カメラって、 iPhone X とか80万の指輪だよ。カメラなんかいらないんだよ彼らには。彼らパーティーピーポー、お茶箱ありがとう。彼らパーティーピーポーはカメラなんか iPhone で十分なんだって。もう典型的なんだって。カメラ30万のカメラ買って、うわ、ワドカメラ30万で買っちゃってるよってなってるんだって。ね、バリスタもね、いただいてるしね。すごいよね。80万の指輪どこつけてくんだよな。指切り落とされるんじゃないかと思って、つけらんないよな。本当に。いやー配信者が80万の指輪つけるようになったんだもん。もうそれはさ配信会ね、俺の考えてる配信会とさ、それは横山みどりが議員になるわ、それはねるさん議員になるわ、やっと見えてきたよ現実が。
そりゃ議員になるわ。だから結局淘汰されたんだって。淘汰な、恐ろしい恐ろしい世界だよ本当にね。怖いよね。いや居場所がない。いやだからなんか最近変だなぐらいだったのあれなんかな、何何みたいな、なんか変じゃねえみたいな。昔バカ受けしてたのがなんか受けなかったりして、なんか最近手応え感じねえなみたいな。気づいたら客層全員変わってたみたいななんかね、なんて言うんだろうな、リンキンパークとかレディオヘッドとかレッドホットチリペッパーズのステージに地下アイドルが出た感じみたいな中川翔子がそこに入ってきたみたいななんだこの感覚みたいな、あれみたいな、私結構ステージではウケるんだけどみたいな全然ポカーンな状態、お互いポカーンな状態みたいな。いやそうだね、和道橋本くん、鮫島でも俺野田造りとかねえ、水にゃんとかや、エビゾーだから裏切るもんだよ。コンティニューコインありがとう。エビゾーてめえお前こっち側だろみたいな。だから裏切ったのは深夜町でしょ深夜町裏切ったでしょ、水にゃん裏切ったでしょ石川紀之もね四大眼って言われてたんだよ。だからもう向こう側に行っちゃったんだよ、向こう側にくっそ悔しいんだけど、海老蔵なんか許せねえよな本当にな。取り残されたよな。でもヨッサンは取り残されたけどストロングスタイルだよね。ヨッサンはずっと続けてるよね、あれ偉いなと思う。だって俺テルチャンピンとそもそも俺が初めまして仲良くなったきっかけみんな知らないでしょ。真冬に閲覧20人ぐらいで凍えてるの、外配信で新宿で若い男の子テルチャンピンがでニット帽と服を4枚ぐらい重ねしてエスキモーの服みたいなモコってボコっていう服にこう震えながら大きいリュック背負って武将髭バンバンに生やして家止めて誰か家止めてって言ってお金ないね家止めてって言ってあんまりにもかわいそうだと思って俺がたまたま見たからうちおいでって言ってコインランドリーとお風呂おごってあげたのが俺出会いだよ。で月いくら稼いでるのって言ったら7万円って震えながら言ってたんだよ7万円しか稼いでないってありがとう止めてくれてっていうのが出会いだよ。気づいたら年収2900万だよ。お前ふざけんじゃねえよマジで。2年前出会った時お前は月収7万円のホームレスだったじゃねえかよっていう。しかも鮫島さんと真冬に海行ったのは次の日なのだから。でてるくんってなんかできることがあったらやるからなんかできることあるって聞いたの。要は前の日に泊まったのよ。そしたら鮫島さんと会ってみたいって言ったから鮫島さんに会いに行ったの。それでっていう流れだったのよ。だから鮫島さんと真冬の海に行った前日の話をしてんの俺は。95号さんねえスタジャン来てね、いやー誰が当たるかわかんないよな。うん変わった変わった、性格は変わってないよ正直言うと。性格は変わってない、キャラクターを変えた、性格は変わってないテル。ねえ江ノ島の真冬だって今の時期だよ、こんな寒いのに俺とテルと鮫島さん冬に飛び込むんだよ。この時期だよ、言ってる意味わかるでしょ。本当に死ぬんだぜ、本当に痛くて体がカチカチに固まっていって動けなくなるんだよ。寒いとかじゃない、痛いの、水が。よくやったでしょ。
よくやるよね。いや、よくやると思うよ、本当に。バカだなって思ったもん、本当に。鮫島さん突き抜けて、でもそれで笑ってもらえないんだよ、もう。それじゃ稼げなくなったんだよ。悲しいよな。俺がだからそういう配信者になったら本当にもう裏切られたって思う。もう行く場所ないよ、みんな。俺がそういうことやり始めたらもうみんな行く場所ないからね、マジで。支えてね、俺のこと。俺もみんなを大事にしたいから。鮫島さん丸くなったじゃないよ、もう。タトゥー入れてそっち側に行こうとしてるじゃん。色恋営業の時代だとか言って、鮫島さんも悩んでるんだよ。要はもうこのスタイルダメだって気づいてんだよ。向こう側に行こうとしてるじゃん。向こう側に。残念だよな。テルジャンビンは年収2800万ぐらい。いや、だってタトゥーしょったってことはそういうことでしょ。いや、だから俺びっくりしたの。黄色の扱い雑だと思って。俺からすると、あん中の一番大手って黄色なんだよ。よっさんと同格、もしくはよっさんのちょい上ぐらいの感覚なんだよ、俺。ぴょこたん先生は。なんか、雑魚生主扱いされてんの、ぴょこたん先生が。俺めちゃめちゃショックだったよ。ぴょこたん先生なんか過疎生主みたいな扱いされてたんだよ。なんなら誰も話しかけないみたいな。何これとか思って、俺ほんと涙出そうだったもん。俺からするとぴょこたん先生、黄色はスーパースターなんだよ。ヒカキンレベルだよ。いや、だからぴょこたんを居づらくさせてるんだって。もう俺悲しかったよ。お前らマジでぴょこたん先生に何この対応と思って。俺ぴょこたんに会えたのが一番嬉しかったのに。いや、俺らからするとぴょこたんってレジェンドの一人じゃん。なんなら超レアキャラじゃん。だけどツイキャスとかふわっちの人たちからすると、何この気持ち悪いオタクだよ。まあ正解なんだけど。いや、だから誰それ、何このおかっぱ、気持ち悪い、黄色いシャツ着て、でしょ。あ、そう、歌うまの俺状態だよ。だから取り残された人たち。ぴょこたん先生知らないんでしょ。だからめちゃめちゃ面白いのに。悲しいよな。しょうがないよな。で、チャンネルホルダーだよ。チャンネルホルダーだよ、一応。なんかね、だからね、もう陽キャの時代だよ。要は一般層が入ってきてるね。サブカルじゃない、もう。配信はもうみんなのものになっちゃってる。みんなのもの、要は一般の人たちからするとぴょこたんなんかどうでもいいし、和道なんかどうでもいいってなっちゃってんのよ。悔しいよ俺は。正直言って俺は悔しいよ。完全に時代に取り残されてんだから、もう超悔しいよ。いや、あれ素だからね。ネタじゃないからね、素だからね。ねえ、ネットの使い方見てると、だから結局スマートフォンだよ。要はスマートフォン持ってるのは女子高生、主婦だもん。昔はパソコンはオタクしか持ってなかったんだよ。だからオタク同士に仲良くできたんだよ。こいつだよ、こいつ。これを持ってる子供、これを持ってる女子高生、これを持ってる主婦、ネットなんて見てなかった人たちだよ。だから堀江さんが言ってた時代が来たんだよ、堀江貴文が。いや、俺がの時代が来るんだったら、俺はその人たちにすり寄っていくスタイルに変えないと無理だよ。陽キャに向けて、要はこのスマートフォンしか持ってない人たちに向けてトークをしていかないと無理だよ。だけどみんなが食わせてくれなくなっちゃったんだもん、そのネット民が。そうだから陽キャの方がアイテム投げるんだよ。女性がかなり入ってきたね。女性が、一般的な女性がかなり入ってきた。一般的な女性がかなり入ってきた。それはね、びっくりしてる。すごい入ってきたね。
しいよな本当に、なんかあれだよな、変わったよな、綾波のフィギュアは大事に取っといて捨てたらダメ、俺からすると捨てたらダメ、恋人だろお前の13号さんの恋人だろ綾波レイのフィギュアは。嫌な時代。ワンピースのフィギュア並べないといけないんだよ、1万円ぐらいする。綾波レイのフィギュアを捨ててワンピースのでっかいフィギュア飾れる？やだろ、許せねえよマジで。いやでしょ。でも陽キャって、陽キャのオタクってそういうことだよ。俺オタクなんだよねって言ってる層ってそこだよ。でしょ。オタクでもなんでもねえよ。カット野菜は部屋に飾らなくていいよ。オタクのそういうとこ憧れる。あー、ディズニーね、わかるわ。あのかっこいいミッキーでしょ、あのミッキーがうえーってなってる凶暴なミッキーみたいなフィギュア、わかる？高いやつわかる？なんていうブランドか知んないけど、ミッキーがこんなになってるやつとかあるじゃん、わかる？ドナルド、ワルドナルドみたいなさ、イエーってやってるミッキーとか、あのあれどこで売ってんの、あのミッキー、うん、まあそうだろうね。初めてね、ね、男の家遊びに行って、大丈夫、綾波レイのフィギュアがあるっていうことは女が遊びに来ないっていう人生だから、そもそも綾波レイのフィギュアがここにあるっていう時点で女なんて来ないっていう前提で生きてるから、俺の彼女このフィギュアっていう生き方なのは、だから分かってないんだよ。分かってない。もうギャップを、この時点でギャップ感じるんだよ。綾波レイのフィギュアとかあったら絶対引く。一般人なんだよ、君は。まともなんだよ。俺らの感覚とは違うんだよ。俺の初恋の人紹介しますよ、じゃあ。俺の初恋の人。ブルマだよ。ね。分かる？お前らには分からないんだよ。ここにいる人たちは分かるんだよ。俺の初恋の人だよ、ブルマです。どうぞよろしく。ブルマ、初恋の女。こういうことだから俺たちが言ってるのは、わかる？かっこいいな。だから俺はこのブルマを捨てた時に初めて陽キャになれるんだよ。捨てられるかよ。ふざけんじゃねえよマジで。何がいいか語ってほしい。は？マジで言ってんの？完璧じゃん。初恋の人をディスるのやめてもらっていいですか？完璧だよね。ロマンティックしかないよね。はい、わたつ。ロマンティックしかねえだろうがよ。なめんなよ。いやーマジでなんかやだわー、なんかやだわー。わかんないだろうね、わかんないだろうね。抱きたいとかじゃねえんだよお前らには。だから今萌えの概念ないんだよ。萌えが理解できないの。そうだから、リア充だから、だからオフパコとかばっかりやってんだよ。そもそも俺らの時代オフパコなんかねえんだから。そう、いやだから俺らは、俺はここを守るから。オタク、オタク女子、オタク男、コミュ障とか全部俺が守る。全部抱え込む、うん、全部抱え込むから。みんなを守りたいここだけは残したい、うん、カメラとかで熱くなる俺ら、うん、萌え文化なんかないよ。萌えってツイートで見たことある？ねえ、
萌えって使ってる文字読んだことある。26号さん萌えって久々に打ったでしょ。だからもう萌えなんてないんだよ。今話したのが萌えなんだよ。でしょ、萌えって久々に打ったでしょ。多分今このコメント欄の狐枠の中に普通のリスナーさん萌えって何っていう人いっぱいいるんだよ。でしょ、ほら83号さん萌えっていうの分かんないって言ってるもん。萌えが分からないで配信見てるんだよ。それこそコトカって萌えの象徴だったじゃん。コトカイコール萌えだったじゃん。コトカは萌えじゃなくて、コトカはセックスする対象で口説く対象に変わっちゃったんだよ。ありがとうスタンプありがとう。シャンパンの話違うよ。萌えの話じゃないよ。萌えさんとかの話じゃないよ。いやもうマジで本当にマジで。あと8分。あ、皆さんアイテムよろしくお願いします。あと8分で終わりにします。もしね、この放送面白いなとか応援したいなと思った人は、ぜひフォローと、お気持ちでいいのでアイテム、投げていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。いや、悲しいよな本当に。まだオタクなら可愛いけど、うちの放送のリスナー引きこもりだからね、はっきり言っちゃえば。オタクってかなり綺麗に言ってるんだよ。今話してるのかなりマイルドに言ってるの。はっきり言って無職の引きこもりなんだよ、ただの。ただの反社会勢力なんだよ。もうざっくり言うと。お茶爆ありがとうございます。お茶爆ありがとう。いやー、萌えの定義まで議論。風船ありがとう、風船ありがとう。ねえ、萌え萌えキュンとか絶対知らないでしょ。言ってはいけないとか言って。怖いよね、外怖いよね。なんなら太陽ですら怖いもん俺。たまに太陽が、ま、分かんないんだよ。太陽があーって外出た瞬間あーってなる感覚、ツイキャスの子たちは分かんないの。太陽浴びまくってるから。なんなら日焼けで色黒いぐらいだから、うん、俺らは太陽が怖いんだよ。眩しいって。でもコンビニ行かないとって、コンビニしか行くところがないんだ、うん、ねえ、うん、ああ、ありがとう、歌声素敵でした、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ぜひフォローしてってください。和道です。うん、雨だと心が晴れるって言ってた。いや、だから金梅さんもね、相当ストレス溜まってるんだと思うよ。今日リスワン取れるの本当に。え、今日リスワン取れるの。リスワン取る久々。なんかでもリスワンね、リスワン狙う、どうする。いやいや、狙えないでしょ、リスワン。なんで嘘ついたの。テレチャンピンが 14,800 じゃん。何が2位だよ。全然リスワン関係ないじゃん、俺。あ、今日か。ごめんごめん。今日。あ、今日。あー、リスワンね。え、リスワン狙う？どうする？お茶爆設定してある？お茶爆設定がよくわかんないですね。お茶爆設定がよくわかんないっす。うん、なんか2枠目なんですよこれ、ツイキャス。だからお茶爆設定、無料ポイント投げたら課金したアイテム買わないで有料アイテム投げれない。え、どうすればいいんだろうそれ。お茶爆設定っていうのがあるの。え、どうする、ふわっち。やる、リスワン狙う、どうしよう。たまに狙う？いや、何ヶ月ぶり？ 1 年ぶりくらいか。ついで、リスワン狙ってもいいよ。じゃあ1回は、うん、どうしよう。じゃあ延長する？延長できないじゃん。延長切っちゃったよ。もう1回キツネ枠やる？じゃあ1回閉じようか。お茶枠30分に1回、アイテム枠。あ、まだだって3分前じゃないじゃん。ツイキャスはあとだって2分あるもん。ツイキャスあと2分。じゃあやる？寝ないで。今日予定あったかどうか、スケジュールだけ確認させて。
スケジュールだけ。いや、ドレさんは体力的に無理。リスワン狙うってことは24時間配信分回すってことだから、あのドレさんは年なんだから24時間できるわけないもん。じゃあやるか、久々リスワン狙うか。いいよ、 OK、 分かったわ。寝てないけどやるわ。うん、やろうやろう。ありがとう、リスナーさんから言ってもらえたし。カプチーノさん、お茶箱ありがとう。ちょっとさ、あの待ってて、ツイキャスの人多分ね、あのあと1分でなると思う。やるか。 ありがとう、アイテムありがとう。プレゼントボックスありがとうございます。アイテムありがとう。え、どうする、キツネ枠にする？通常キツネ枠でいっか。キツネ枠でやります。じゃあ次枠、寝てない寝てない、昨日から。うん、じゃあやろうか。じゃあキツネ枠で OK ね。うん、キツネ枠だから皆さんやろう。うん、キツネでやろう。ふわっちはキツネね。うん、よし、やりましょうやりましょう。アイテム OKOK、 アイテムは投げられる時でいいよ。投げられる時で全然 OK だから、あの毎回毎回無理しないで。うん、よっしゃやろうか、久々狙ってみるか。初心に帰るって意味も含めてね、ふわっちも盛り上げよう。うん、やろうやろう。ね、通常枠がいい人はツイキャス移動したらいいわけだからね。うん、そうしよう。うん、よし、じゃあ今日はリスワン狙う枠やりましょう。うん、陰キャが大喜び。オッケーオッケー。うん、まあね、たまにはねやらないとね。うん、カット野菜の現実タイトル大丈夫で大丈夫だよ。うん、じゃあふわっちの皆さんお疲れ様でした。次枠いきます。次枠もキツネ枠でやるんでよろしくお願いします。うん、パソコンだとアマゾンアカウントで買えるとかあった。へー、すごいね。ていうか俺びっくりしたんだけどさ、ツイキャスっていろんなお金って4種類ぐらい投げるのあるな。広告収入も取れるし、めちゃくちゃびっくりした。あ、なるほど、星がついてる人っていうのはあの500ポイント以上なんだ。ありがとう。おい、お疲れ。ふわっちの人お疲れ。バカありがとう。ふわっちの人お疲れね。うん、バカありがとう。お疲れ。お茶爆できる。お、じゃあよろしくお願いします。ちょっとまだ俺お茶爆が何なのかよくわかんないですけどもしなんかいただけるのであればよろしくお願いします。うん、なんかあるんだ、なんか3分間だとできるって聞いた。うん、なんかワン太郎に教えてもらった。これいい仕組みだよね、ツイキャスね。要は枠が邪魔にならないようにってことでしょ。トークの邪魔しないように3分間しかアイテム投げられない仕組みなんだって。ナムコインってビットコインかな。俺もねちょっと勉強しないといけない部分がいっぱいあるんだよね、全然分かってないから。これお茶爆設定になってるってことだよね、大丈夫だよね。あ、ありがとう。31名さんいらっしゃい。もしよかったら3点セットよろしくお願いします。ありがとう。おお、お茶爆ありがとう。ウラジミールさんありがとう。ツイキャスなんかね、いろいろと設定が複雑なんだよね。歌うまあ初戦敗退でしたね。じゃあふわっちは次よくいきます。よろしくお願いします。お疲れ様です。仮想通貨だけどビットコインではないんだ。へえ、ビットコインだと思ってたな今まで。ビットコインじゃないんだ。ほうほうほう。3点セットぜひぜひよろしくお願いします。お茶爆ありがとう。お茶爆ありがとう。お茶爆ありがとう。サンキュー。これ延長はできるんだよね、コンティニューコインあるよね、大丈夫だね。ありがとう、お茶爆ありがとう。なんかこのギャップがいいね。匿名が好きな人はふわっち利用して、コテハンがいい人。昨日よかったっすか。ありがとうございます、ウラジミールさん。もしよかったらフォローしていってください。サポーター登録よろしくお願いします。ちょっとじゃあ再設定するか。再設定、よいしょ、再設定、よいしょ。非公開で保存する。
これで OK かな。よいしょ。いや、リスワンとか狙うの久々だよ。リスワンとか超久々だよね。延長、え、ふわっち見れ、え、ツイキャス見えてるかな、大丈夫。じゃあやっていきましょう。はい、ワード2楽しんでいってください。放送見えてる、大丈夫。うん、お茶爆多分レベルに達してないからかな、投げれないわ。ああ、そうだね、レベルなんかね、お茶爆設定だかなんだか100時間放送しないとダメってなってた。まあまあ、あの、全然全然投げれる時で大丈夫っすよ。全然でも全え、お茶爆できた、課金お茶爆できた、アニンに。ありがとう、メロンダヤさん、お茶爆ありがとうございます。うん、そういうことか。お茶銃しか投げれないレベル。あー、なんかね、100時間放送しないとダメって書いてあった。累計100時間放送しないとダメって書いてあった。これ2枠目だからね、多分ね、まだできないんだと思う。おはようございます、おはようございます。50と100は課金でしょ、有料課金でしょ、あの7割取れる。それはね、なんかね、あのワン太郎に聞いたけど、100時間放送しないとダメだって。うん、マッチさん、コンディニーコインありがとう。まだ俺がね、あの、今何時間かな、ちょっと待ってね、今見てみるよ。なんて書いてある、累計時間100じゃないとダメって書いてあって、アカウント収益管理、累計時間だから、あ、多分ね、あの、あさってにはできる、多分なんだけど、あさってできます、このペースでやったら。あ、ていうか今日リスワン狙う枠やるから、このペースでいったら多分ね、できますよ。うん、あ、ありがとう、ありがとう、コンティニーコインありがとう。キャストの名前なんでやってる？あ、ワード監督でやってます。はい。配信通知来るとつい込めしちゃう私は、もはやワード監督はあるのに、こっち来い、こっち来い。いつの間にかハマってる。うん。別バンドでキャスも見てる。あ、ありがとうございます、3号さん。もう好きな方でいいですからね。あんまり無理しないでくださいね。あの、普通に配信を楽しむっていうのが一番いいんで。あー、お茶箱ありがとう、みんな。お茶箱ありがとうございます。お、皆さん、星さんになった。ありがとう。ありがとうございます。星3になりました。皆さんのおかげで。1000MP いったんで、多分、ね、ありがたいですね。あ、すぐ行ったね、星3。嬉しいな。ありがとう。いや、もう見たいように見て、コメント書きたいように書くのが一番いいよ。見たいように見て、コメント書きたいように書くっていうのが。普通に見るのが一番いい。リスワン狙うならこっち来るわ。ありがとうございます。でもね、一回枠来たらもう勝ちだからね。うん。これからキャスもやるんですか？そうっすね。やっぱり昨日の歌うま選手権見てて、あと捨て頃もあるじゃないですか。だから、やっぱりツイキャスもやっていかないとダメだなとか思って、あの、これからもツイキャスお世話になります。はい、いらっしゃい。名前検索してありがとう。三松さんフォロー返してこねえんだよな。まあまあ、三松さん放送するときにそれコメントで言ったらいいよ。コメント言ったら。お、リスワン1位かな？教えてくれてありがとう。リスワンおめでとう。今1位？ 2 位？今なんかね、リスワン今日ね、なんか、あれらしいよ。ちょっと見てみようか、リスワン。歌うまで、そうだね、歌うまで完全に影響されたね。完全に影響された。リスワン3位か。リスワン3位だね。リスワン3位。うん。よいしょ。あれだけツイキャスやらないって言ってたのに。っていうのも、俺が、こう、なんて言えばいいのかな。やらないとは言ってたんだけど、やらなきゃ食えないって思った。それを気づかせてくれたの、実はワン太郎だね。あのね、俺、ふわっちの方が稼げると思ってたの、正直言うと。で、メインツイキャスに変えるってワン太郎が言って、あ、そうなんだ、つって。何？じゃあ、閲覧はツイキャスで撮って、ふわっちは課金って感覚っていう、俺らその感覚じゃん。で、あ、そうなんだ、閲覧欲しいんだ、乗ってるからいいんじゃないって、なんか彼女も有名なんでしょって言ったら、え、ワドさんマジで言ってんすかって言われたの。え？みたいな。僕、ふわっち
の収入よりツイキャスの収入の方が今多いですよって言われて、えってなったの。ワンタロウってふわっちで50万ぐらい稼いでんの嘘でしょってなって引くだろ。だからふわっちは稼げるっていう感覚って古いの。もうツイキャスの人たちってガン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 稼いでるんだって。やばいでしょ。だからあこれまずいって思って、俺も食うのに必死だし映画の資金も集めないといけないから、あちょっとやらないとっていう風に、うん、思った、うん、風ダウンしながら見てた。いらっしゃいおはよう、うん、いやーだからね、フットワーク軽くやっていかないとね生き残れないよね、うん、ニコ生でさ、ニコ生からさふわっち行った時はうまくいったけど、ニコ生捨てるの勇気いったもん。やっぱりさ、そのなんて言うんだろうね、運営さんがダメになった時にそこにしがみついて、ニコ生ずーっとしがみついてダメになった人もいっぱいいたじゃん、うん、あそうなんだ、無料ポイント24時間経つとリスナーさんもらえるんだ。おはようございます。そうだね、そこはやっぱ自分の強みかな。うん、貪欲に稼いで、貪欲にっていうかやっぱね、チャンスは拾っていかないと、自分で流れ作っていかないとやばいなっていうふうには思ってるかな。うん、未だにまあ取り残されてる人いると思うよ。うん、やっぱそこはさ、生きてくっていうことってそういうことじゃん。だから背に腹は変えられないし、やっぱり綺麗事だけじゃやっていけないし、うまくいくかいかないかは分かんないけど、やっぱりその辺はちゃんと仕事としてやるんなら、ちゃんと姿勢を持っていろんなものにトライしないとなっていうのは正直なところだよ。俺だってふわっち好きなの知ってるじゃん。俺がふわっち大好きなのみんな知ってるじゃん。でしょ？俺だってさ、ちゃんとやりたいよ。やってみなきゃ分かんない。うん、そうだね。怖いけどね。怖いけどね。うまくいくかどうか分からないから、正直言うと。俺は正直怖いよ。どうかわからないから正直言うと、俺は正直怖いっすね。まあでもやってみるしかないよね。もしうまくいったらね、別に誰も損しないしね。うん、そうトライしないのが一番もったいないから。うん、でも歌うまもそうじゃん。歌うま出てさ、すごいリスナーさん歌うま良かったよって言ってくれるし、何でもかんでもやってみるのが一番いいよね。うん、やってみてトライして頑張って、うん、今日ってもうみんなは休みに入り始めてんのかな。あ、日曜日か今日。はいはいはい、日曜日だ、うん、最近で、ね、一番撮影アングル言う。あね、このアングルすごいいいねって言われてる。ちょっと低めのアングルなんだけど、ローアングルなんだけど、この画面が一番見やすいって言われてるね。世間では3連休だ。明日も祝日なんだ。あ、そっか、明日は天皇陛下の生誕だ。そうだ、忘れてた。そうだよね、明日は何の日になるんだ。ていうか俺飯食ってないんだよな。飯食ってないんだよな。企画はね、考えてますよ。漫画の、これがまた、だから、陽キャに全く受けないんだけど、漫画をプレゼンテーションするっていう、喋りがうまいことが条件。要は雑談配信者で、で、雑談配信者であることと、漫画が好きなことがある人。で、6人ゲストを呼びます。で、6人が対面して、スワンの3-3で。で、何をやるかっていうと、本人が好きな漫画っていうのをフリップを出して、このシーンのこのキャラクターがこのシーンがとかいうのを一人が熱く5分ぐらいプレゼンテーションするの。このキャラクターが好きとか、この漫画が大好きで、このシーンとか、だからスラムダンクでいうところの安西先生のこのシーン、諦めたら試合終了ですよ、こうでこうでみたいなことをやった後に、それについてバトルっていう、だからアメトークみたいな番組じゃなくて、
アメトークっぽいプレゼンはするんだけど、その後に朝まで生テレビみたいに、その反スラムダンクみたいな、いやスラムダンクよりもアヒルの空でしょみたいな、そういうトーク番組をやろうかなとか思って、そうそう NHK の BS でありそうな企画、そうそういうやつをやろうと思ってる今、うん、あ、2位ありがとうございます。リスワン今2位らしいですね。そうで、それで今1人決まった、1人出てくいただけるっていう人は決まった、うん、あ、本当にのりゆくさんにオファーしてみようかな、うん、のりゆくさんが出てくれるって言ったらもう超神回になるよね。誰が出るのかごめん、あのまだ伏せるっていうのも、前回その俺が喋りすぎちゃって、やっぱりアンチに引っかき回されてイベント会場とか潰されたことがあったの、企画倒れたことがあるの。だからもうその時学んで、あの会場と出演者とかはもうあの事前告知をちゃんとやるって決めてんの。喋りすぎたら良くないと思って、だから誰が出るのかちょっと告知を待っていただけると嬉しいですね。あのまあ企画は今そういうのを企画を作ってます、うん、そんな感じですね。あ、だから漫画大好きだし、あのそういう番組ができたらいいなっていう構想はずっと昔からあったから、で今それを、プロデューサーの人とかに話したら、あの早稲田の漫画研究会とかの会長とか呼びましょうって言ってくれてる。あのちゃんと企画書ができたら、あのなんかそのなんつうの、専門家みたいな人がいた方が番組閉まるからとか、ゲストにその漫画研究会の大学生のその会長みたいな、あるじゃん漫画研究会とか大学に、そういうのもやったらいいんじゃないみたいな、そのプロの意見とかももらってるね。あ、野田総理ね、うん、うん、まあそういう企画ができていったらいいななんて思ってますね今、うん、それ多分ね来年やると思う、1月とかにやると思う。健康は呼ぼうでもね、もしかしたら来るかもしれないもんね。なんかだんだん芸能界の人とかもね普通に出ていただけるようになってるから、あながちねないことではないかもしれないよ。三股さん、ケンコバさんと仲いいからね、プライベートで飲んでるからねないだろないだろって言ってて、あるのがね、ある世の中になってきたから面白いよね。で、ね、企画は雑い、うん、そう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 、まさにそう、うん、でちゃんとそのカメラマンさんとかも呼んで、あの俺らはあのトークに専念できるっていう環境にする、モニター設置して、そのなんて言うんだろう、質疑応答をちゃんとできるっていう、お腹すいたな、お腹空いたけど、なんか食生活が糖尿病だっていうことでさ、何食べたらいいのか分かんなくなっちゃってんだよね米は炊いてあるんだけど、おかず何食べようかな、野菜か、カット野菜買ってこようかコンビでここでカット野菜食ったら怒る、発狂するんだろうねさっき毒だって言っただろうっつって、カット野菜マンがまた来るんだろうな。のんちゃん寝ちゃった、疲れて、うん、のんちゃんは疲れて、ここでカット野菜食べ始めたらどんなリアクションされるんだろうね。リスワンってなんかの役、リスナーナンバーワングランプリだったかな、うん、まだ糖尿って診断されたわけじゃないでしょ、じゃないけど、もう俺もうほぼ確定だと思ってる、なんかの病気だなっていうのは思ってたから、でまあまあ症状見てる限り糖尿で、ほぼ初期の糖尿病で確定だと思う、うん、あのね、要はね、金稼ぐようになって甘いものとかみんなブクブク太ってるの。いや酒飲んだりとか、甘いもの食ったりとか、今まで貧乏だったからあの高いもんいいもん食い始めてんだよ、それで糖尿になってんだと思う。
そうそう、あ、そうそう、十何号さん、あんな感じ、あんな感じの漫画バージョンって感じ。これ配信中に最近食べるようになったかな。なんかプライド捨ててやっていかないとと思って、食べるところ見られるの嫌だったんだけど、最近はねやってる。花火代金取られてないだろ。それはちょっと言えない言えないっていうことで察してほしいんだけどいろいろあるんですよ、いろいろあるんです、言えないで察してください。マドさん、らっきょう毎日2個食べ、俺らっきょう大嫌いなんだよ。らっきょう食べないとダメ？らっきょうってまずくない？俺プライド高いよ、めちゃくちゃプライド高い。ていうか時間がかかる、あの持論が強い分ね、人のアドバイス受け付けるのが下手。らっきょう苦手なんだよな、子供の頃から。あれ美味しい？らっきょうってなんか甘酸っぱいんだか辛いんだか、なんかまとまりのねえ味だなみたいな。俺もらっきょうダメ。玉ねぎもいいんだ、玉ねぎは大好きだね、玉ねぎ大好き。でもまあ健康のこと考えて、なんか食生活もちょっと考えるよ。らっきょうまずいよね。ピクルスとかがいいんだ、酢漬けとか。酢漬けの大豆はダメ？酢につけた大豆、酢につけた大豆はダメなんかな。俺はね、そう、自分で考えて結論を出すか、自分が本当に納得するかとか、もう自分の考えで腑に落ちない行動は嫌なの。なんでかっていうと、失敗した時人のせいにするのが嫌だから。失敗した時に俺が悪かったって言えないと成長がないから。だから自分でやることをやらないことを決めたい人なの。これは俺の生き方。野菜が血糖値下げるみたいだから野菜嫌いは困った。野菜嫌いじゃないの、野菜は好きなの。ただ俺はカット野菜が食えないの、なぜか。なんでかっていうと、リスナーさんが怒るからカット野菜本当は食べたいの俺は、コンビニの100円の。でもそれを食べると毒だ毒だってコメントが流れちゃうの、うちの枠は。漂白剤漂白剤。酢漬けの大豆でもいいんだ。コラボ枠はやらないかな、なんか。コラボ枠はやだな、なんか。玉ねぎは体にいいでしょ。てかめちゃくちゃ腹減ったな。てかもう糖分、もうコーラ飲みたいもん。コーラめっちゃ飲みたい。これだ。っていうかさ、こっからさ、何時間配信回すの、リスマン。超きつくね。こっから何時間配信回すの、超きついんだけど。もう低血糖だよ、低血糖。お、ありがとうございます。サポーター100人超え、ありがとう。すげえ、たった1日でサポーター100人超えた。あざす。なんだかんだ愛されてる。おお、コンティニューコイン、ありがとう。できるところまで。結局夜中の後半が勝負だからな。料理の腕前は、まあまあ普通に家庭料理ぐらいだったら。昔の配信流せば、ああ休憩で、ね、寝枠。まあまあそれでもいいんだけどね。いやまあそれは失礼だよね。やっぱ配信者たるもの、やっぱ喋って沸かせて努力しないと。コイン欲しいっすね、コンティニューコイン。もしいただけるのであれば、コンティニューコインストックしよう。お茶でもいいし。テルチャンピオンはアイテムだよ。花火っていうアイテムで稼いでる。リスワンは何のため？ 1 万円とか花火20発だけだよ。新規さん欲しいの。昔僕ふわっち来た時10ヶ月連続で撮ってて、で、なんだろう、もう撮らないって決めたから撮ってないんだけど、久々なんかリスナーさんがみんなでリスワン狙おうよって言ってくれたから、あ、なんかリスナーさんがこう言ってくれるの懐かしいなみたいな。ぶっちゃけた話、1万円が欲しいとか新規が欲しいとかじゃなくて、うちのリスナーがリスワン狙おうぜってすごく珍しいことだから、なんかそこに応えてえなみたいな。なんかこうリスナーがそういう、なんかたまには撮ろうよって言わないから、うちのリスナー、それが言ったっていうことは、なんかやってみっかみたいな。久々
配信者らしいことやるかみたいな。玉ねぎをみじん切りにして酢とオイル入れてドレッシングにしてカット野菜にかけるといい。なるほど、うん、まあ自炊だよね。ちょっと自炊枠増やしていかないとね今後ね。サバカでも来た、ありがとうございます。ありがとう。キャスはアイテム投げやすい、なんだろうね。ふわっちはアイテム投げづらくなっちゃってるよね。あ、ふわっちのリスナーさん、もしよかったら延長するんでアイテムよろしくお願いします。延長します。自炊美味しいけどね、やっぱね、そのコンビニパッと行ってパッと買ってパッと食べれるのに慣れちゃってるんだよね。自炊ってさ、計画的じゃん。ご飯を何分前に炊いて、仕込みの概念があるじゃん。作り置き、冷蔵庫で冷凍とか、それがねどうしてもできなくなっちゃってるんだよね。風船ありがとう12号さん。劇的な1年だった、荒野にしろ青山にしろ。そうだな、いやーなー、荒野には生きててほしかったな。荒野には生きててほしかった。お茶ありがとう、コンティニューコインありがとう、頑張ります。荒野には生きててほしかった。ふわっちがアイテム投げづらくなったのは爆投げ師のせいでしかない。爆投げ師に向かって配信、本当にそれ。でも爆投げ師のせいじゃなくて運営のせいだよ。運営のせい、あのもっと仕組みで改良できたんだよ。だって爆投げ師、でも爆投げ師が投げて冷めて、配信者が爆投げ師ばっかりに向いたから冷めたっていう部分あるよね。公園で走ってたね。ふわちゃんアイテム投げづらいけど買った野菜の話はしやすい。まあ合う合わないじゃないのかな、やってみないと分かんないよ。ああ、ありがとう白熊スタンプ、ありがとう、ありがとうございます。まあね、今現状俺はふわっちでね稼げてないから、やっぱこの流れはやっぱ苦しいよ。やっぱやってきたことに自信はあるし、なんかその辺のカソナムヌシに負けてないし、喋りはなのに評価がされないっていうわけじゃん。いやそうだと思う。荒野は、荒野を救えなかったのは俺たちだし、荒野を殺したのは俺たちだよな。いやほんとそうだと思うよ。やっぱ後ろめたさがあるもんね。あの荒野をこう、荒野を追い込んじゃったっていうかね。ありがとうございます、スタンプ。ふわっちはちょっと頻繁にイベントやりすぎだよな。ちょっとないなっていう感じはあるよね。ちょっとないなっていう。もうだからなんか集金イベントやってるようにしか見えないもん。配信を盛り上げようとか、配信者を、運営さんが配信者をバックアップしようじゃなくて、もうなんつうんだろう、儲かる人を優先しますよっていう風にしか見えない。そう、儲かる人を優先しますっていう。それはもちろんそうなんだよ。運営さんは綺麗事じゃなくて金稼がないといけないから。でも運営さんにしかできないことがあるじゃん。チャットレディ、チャットボーイばっかりのサイトになったら大手が逃げていくんだよ。結局大手が逃げたらリスナーも移動するんだよ。チャットボーイたちだけで盛り上がらんぞ。チャットレディ、チャットボーイたち、それがダメになったら FC2 っていうサイトがあるわけじゃん。でしょ。だから結局その配信者を応援するサイトが伸びないとダメだよね。いや結局ね、中途半端に囲い込む人が多いなって気がする。ふわっちはなんていうのかな、本当に応援してるのかなって。ただお金投げてて応援してるよ応援してるよって言って、自分の都合が悪くなるとすぐフォロー外すリスナーが多い。はっきり言って、うちは比較的そうじゃないけど、裏切られた、こんな人だと思わなかった、お前が勝手に見て勝手に囲い込んで勝手に花火投げて、それをリスナーが言うってどんだけだよって思わない？3ヶ月4ヶ月見て、いいところも悪いところも見て、その上で判断して応援するんじゃないのって。勝手に好きになって勝手に応援して勝手に裏切られてんだから、3ヶ月ぐらい黙ってみろよって思うもん。そう思いません？ダメでしょそれは。
儲けに走ってもいいんだけど、儲けるのはあくまで配信だからね。儲かった上に配信が面白くなったらいいの。儲かれば儲かるほど今配信が面白くなくなるんだよ。わかる？運営が仕組みで、配信が面白くて儲かる仕組みを作らないといけないの。だから腕のある配信者を稼がせた方がいいんだって。今もう面白くない方が儲かるんだもん。だから過疎生主ばっかりが儲かってくんだよ。それチャットだからだよ。俺はそれ配信サイトじゃないと思うよ。そう、配信が上手い人、人が集める人、楽しくできる人ほど稼がないとダメだと思うよ。俺はそう思う。正直そういう仕組みにするべきだと思う、うん。よっさんは面白いでしょ。じゃないと、そのお金を稼いで、なんか10人とか20人とかしかいない人たちが、俺は結果出してるから、お前結果出せてないじゃんってなっちゃうのよ。そしたら大手は離れるじゃん。うん、で俺は思うよ。まあ時代の流れでしょ。だから俺はなんかその、喋って面白いアイテム投げる、面白かったよ、頑張ってね、お前明日も頑張れよ、もっと頑張ろう、もっと面白いことしよう、どんどん良くなるじゃん。だからお金がしかも集まってくる。そう、両方ともある。それが本来の資本主義だと思うよ。俺はそれが本来の資本主義だと思ってて、頑張ってるやつ、面白いやつ、結果が出てるやつにお金が後からついてくるっていう形がいいと思う。お茶箱ありがとう。じゃなくて、お金が先行、俺の言うこと聞け、面白いことやったら花見投げてやる、俺が偉いんだ、俺は金持ってるからな、はい、あなた様は偉い人です、僕にお金ください、他の人は出てってください、面白くなるわけないじゃん。だから一生懸命やってる人がバカを見るのは良くないよ。ダメだよ。あのね、面白くないんだったら人はこんだけ集めらんないから。それは確実に間違ってる。面白くないものを見に来るっていうことはできないからでしょ。面白いから見に来てるっていうことをやっぱりしないと、いやだからさ、なんだろう、本来はもう稼いでるランキングは金映えさんとかよっさんとか閲覧が多い順に並ばないと俺おかしいと思うもん。俺はね、閲覧が多い順に収入が並ばないとおかしいんだよ、本来は。と俺は思うよ。だって人を集める力があるっていうことは魅力があるっていうことなんだもん、配信者として。そこは誰がどう見てもそうなわけじゃん。誰がどう見たって人が集まってるっていうことは面白いっていう評価なんだよ。三松さんね、ふわっちやるって言ってたけど、どうなるのかは正直わかんない。っていうのも配信会って目まぐるしくルールが変わるから、3ヶ月前面白かったことが3ヶ月後つまらなくなったりするの。もうそれ飽きたわっていう。だから配信者にとって一番重要な能力ってね、空気を読み取る力だったり、流れに乗っかる力が一番必要な力なんじゃないかなって俺は思ってるかな。そう、時代の流れに適応していく能力っていうか。そもそも太い囲いっていう言葉が間違ってて、来てくれるリスナーさん全員を大切にできない時点で配信者じゃないんだよ。お金を投げる人も無課金の人も平等に扱えて初めて俺は一人前だと思ってる。俺はね、そう、その、なんだろう。そうじゃないと配信じゃないもん。俺にとっての配信っていうのはそういうものだと思ってるかな。これはね、三又さん、ふわっちっていうか配信自体に向きなんじゃないかなっていうのが俺の考えかな、いや俺は素で本当に三又さん向いてると思うよ。
配信論で言うならふわっちから移動したらいいと思う、うん、配信者からお金取ってるよ運営さんは。だって延長するために50円払ってるんだもん。だから月額俺2万3万やっぱ払ってるもんね、ふわっち。だからまあ一人の配信者から2万3万取ってるっていうのは結構積もり積もって結構でかい額になると思うよ。まあふわっちから、俺はふわっちのピーク、大手さんとか盛り上がった歴史っていうのは多分今年がピークなんじゃないかなっていう、ちょっと今の状態だと衰退していくんじゃないかなって思っちゃってる。まあ俺は50万取れれば正当な評価されてるなとは思うけどね。毎月50万ふわっちだけで稼げたら移動する理由がないよね。でもまあ今の俺が50万稼ぐっていうのは無理だよ。だってふわっち2年3年やってるけど1回も50万いったことないもん、うん、キャスは無料、うん、キャスは延長料かかんない。っていうか延長代っていう概念があるのは今ふわっちだけ。ふわっちだけ。多分その延長料金を取るサイトって他にないよ多分。延長にお金かかるのはね、ちょっとね。50万いったことないよ、俺。ふわっちのポイントで50万いったこと一回もないっす、ないっす、ないっす。一回もないよ。あったらもっと自慢してるよ。行ってない、行ってない。行ってない、行ってない。行ってないっす。行ってないっす、行ってないっす。50万も超えないよ。もう一回もないよ。おはようございます。おはよう。超えないよ。6え、悪魔のキューピーさんに花火投げてもらってる時マックス46万とかだよ俺。マックス俺だって記録残ってるもん。だって自分で覚えてるもん。50超えたわラッキーって。60いってないもん。うん、今日リスワン狙おうかなと思って久々頑張ろうかなと思ってます、うん、多分ね悪魔のキューピーさんに投げてもらった時で46万とかだと思う。46万月収ね。キューピーさんが相当投げたから。これ6万円だった。これで首輪のイーグルで10万とかこれに消えたんだよこれ、うん、リスナーはねコメント数じゃなくて新規のリスナーさんの数、うん、新規のリスナーさんがどれだけ来るのかっていう勝負。沖縄行った時だね多分ピークが、うん、そうそう沖縄の花火対決テルトやったね。そう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 だね。あの頃はだから面白かったね17号さんね。俺も2年前ぐらいが一番配信楽しんでたかもしんない。
俺もそう思う。あれでしょ、沖縄とかさ、捨て頃1の時ぐらいでしょ。あの辺がすげえ楽しかったな。俺も同感だな。すげえ楽しかったもん、毎日配信やるのをワクワクしてたね。あの感覚に戻したいよね。あの感覚に戻したい。うん、楽しかったね、あの頃ね。もう一回ね、来年こそね、初心に帰ってああいう感覚で配信やっていきたいなと思ってる。うん、ああいう風になるといいよね。まあね、永遠にいい思いが続くわけでもないし、いい永遠にね、悪い状況になるわけでもないし、だからもうひたむきに何かをコツコツやっていくしかないよね。で、当たったらラッキーみたいな。おはようございます、おはようございます。うん、これは僕で愛子さんに上がってもらえたらリスワン取れる。うん、うん、課金の上限を決めるっていうのじゃなくて、俺が提案したのは花火とかの高額アイテムに広告効果を付随するっていうのがいいと思う。要は花火を投げても受け取る配信者個人に対して投げてるじゃん。だから投げてるのって好きだからとか、この人に貢ぎたいっていう感情だけしかないの。でもニコ生とか17とか他のサイトって高額アイテムが上がると他に宣伝が行くの。ここでアイテム上がって盛り上がってますよっていう告知が流れるので、他の配信者が来るから、要はイコールアイテム投げるイコール広告効果があって人が集まるのよ、一時的に。だから面白い配信者が面白いことやってる時に花火投げると宣伝になる。だから個人的な恋愛感情とか個人的な貢ぎってなるとトラブルになるじゃん。あと貢いでるっていう感覚になるから、だから広告効果、花火から上のアイテムには一瞬だけ運営テロップ、和道さんのところで花火上がってますとか、その例えばその花火につけたコメントが他の枠でも一斉に流れる。そうするとずっと運営のテロップでどこどこで花火上がってます、どこどこで今上がりましたってなったら、あれここで今盛り上がってんのかなっつって一瞬移動するじゃん。だから広告効果を花火以上につけるっていうのは俺はありなんじゃないかなっていうふうに考えてるけどね。そうすると応援しようっていう意味でアイテムを投げるから、うん、と俺は思うかな。あとそのマンスリーランキングとか、その収入で競わせるのをやめさせるかな、俺だったら。 YouTube とかツイキャスとかニコ生ってその人の収入でランキングつけると結局同業が嫉妬するじゃん。なんつうんだろう、そういうのお金の量で競わせるとモチベーションが下がるんじゃないかなっていうふうに思うかな。そうそう、パチンコですごい出してる人アナウンスするのと全く一緒。だからまあそういうなんか、なんだろう、お金を投げてリスナーさんにメリットがある、リスナーさんが投げたくなる仕組みとして作るといい。だから配信者にそれを求めるとやっぱり限界が来るのかなっていうふうに俺は思ってるかな。ちょっとお水取ってくるね。ただいま。
腹出たよ、腹出たよ。捨て頃から全く運動してないもん。これ絞るの大変だぞ。こんだけ肥やしちゃったかんな。ちょっとこれはね、まずいなって俺も思ってる。ちょっとまずいよね。どれとく、どれさんとコンビ組んで何やんの？何配信やんの？何をやんの？捨て頃なんで出ようと思った？まあ最後だし落ち目だったから、もう呼ばれなくなるだろうなって思ったから。まあ正直なところ、このまま行って来年その中堅扱いされなくなるだろうなと思ったから、要は本当のオワコンになるから、イベント呼ばれるうちに出て延命処置みたいな。延命、自分の配信者としての寿命をできる限り伸ばさないといけないんじゃないかなと思ったけどね。まあそんな感じかな。延命ですね。呼ばれなくなったらもう本当にあがきようがないから、まあ、呼ばれてるうちに出ないとまずいのかなと思って。そんな感じですね。ありがとうございます。マンスリー見てきたけど150位で417、まあ41万ポイントだよ。全体的に収入上がってない。今月はね、無料ポイントが多かったから、オーナメントとかいっぱい投げられてるでしょ。その分だからね、多分ね 55% ぐらいだよ、そのうちの。だからね、多分ね、この人20万超えてないと思う。68号さん無料アイテムが多かったから全体的にかさ増ししてる。多分ね、焦ってるんだと思う。減ってないよって運営が見せたいんだと思う。めちゃくちゃ減ってる。俺今月の収入とポイントがおかしいと思ってるもん。まあほら、俺らは配信者だから自分のポイントと無料ポイント、あ、お茶ありがとう、お茶ありがとうございます。もしよかったら3点セットよろしくお願いします。お茶ありがとうございます。サポーター登録と通知書、あ、ツイッターのフォローよろしくお願いします。来てくれてありがとう。お茶ありがとう。はい、ワドツおはよう。お茶ありがとうね。お茶ありがとうございます。イベントの有料アイテムの取り分はね、たまに変わったりする。40%、 普通は 50% なんだけど、多分イベントの会社に支払う料金が高い時は 40% の時とかもあるかもしれないよね。リスワン狙ってるよ。おはようございます。おはようございます。
無理かな、厳しいかな。リスは BGM もう定番でずっと流しますね。フリーミュージックで。お茶ありがとう。お茶ありがとう。映画撮るあたりからアンチが増えてね。ああ、まあ映画撮るって言って周りの配信者は結構ディスしてたからな。うん。まあ映画完成するまで多分このキャンペーンは続くかなと思ってるかな。うん、キャスは同時配信 OK だよ。ああ、俺もね、そうだと思う。やっぱね、半年前、半年もっと前か、7ヶ月、8ヶ月ぐらい前から、ふわっちのね、コメントが変わった。よっさんが来たタイミングだよね。よっさんが来たあたりのタイミングとか、ワンワンとか、コトカとか、あの辺が来たタイミングでガラッと変わったような気がする。うん。確かにあるよね。まあ、しょうがないよね、でも。それで盛り上がってるのも事実だし。うん。大きな流れみたいなものは変えられないから、自分でやっぱこう対応していくしかないなっていうふうに思ってるね。うん。貯金3000万あるけど、幸福感が1ミリもない。マジで？なんでなんだろう、なんだろうね。3000万相当裕福だと思うけどな。めちゃめちゃ羨ましいんだけど。小松さんありがとう。お茶ありがとう。そうだね。連投先輩も来たし。まあまあそれはしょうがないよね。ニコ生文化を継承した人が流れてきたわけだから。あの辺から俺もやりづらくはなってるかな。これ100均のコップだよ。ダイソーのコップ。トイレ行ってくるわ。
和道が3000万あったら何する？3000万か。カメラの照明買うでしょ？単焦点レンズ買う、広角レンズ買う、単焦点、広角、望遠レンズ買う、レンズの保管庫買うでしょ？三脚買うでしょ？雲台買うでしょ？バッテリー2つ買うでしょ？タイムラプスを自動で撮るアプリを1000円で買うでしょ？100万ぐらいのパソコン買うでしょ？なんだろうな。それくらいかな。まあまあ生活費にも使うだろうし、まあまあ、あとまあ海外行くかな。海外行く。まあ欲しいものリストに載ってるからね欲しいものリストに載ってるものだね。カバンは買い替えないよ。もうこれ一生使うよ。ここにあるカバン、一生もののカバン手に入れてるから。延長します。引っ越しはまだいいかな。引っ越しはいいかな。この部屋で全然こと足りるから。まあ6万の家って結構高いかんね、俺の感覚だと。成田って6万だったら一軒家住めるから、ちょっと狭いなとは思うけど、これ貧乏だよ全然。ここ家賃6万、6万で多分そんなに駅前とかは無理だけど、一軒家で6万とか全然借りれるよ、成田だったら。中古だよ、ちょっとボロい感じだけど、でも2階建ての一軒家住めるよ全然。ロアコさん亡くなった。あ、お茶ありがとうございます。お茶ありがとう。ローコさん亡くなったよ。え？ローコさん放送してる？どこで？え？ローコさん亡くなったよ。ロハコさんってどういう方なんですか？ね、結構有名なおじさん。おじさんの配信者、背の高い。何言ってるの、お前ってどういうこと？ちょっとよくわかんないんだけど。え？
ロアコさん生きてんの？え、ロアコさん生きてんの？ロアコさんでかいよ。身長180以上ある。URL 貼ってよ、じゃあ。URL 貼ってよ、じゃあ。あ、お茶ありがとうございます。ロアコさん、俺も小さい人だと思ってたけど、会ったらびっくりしたね。めちゃくちゃでかい。めちゃくちゃでかい人だね。すっごいでかいよ。野田総理もめちゃめちゃでかいし、佐田さんなんて今まで出会った人の中で一番でかいかんな。うん、お茶箱ありがとう。お茶箱ありがとう。うん、そう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 、懐かしいね。うん、そうだよ、超巨人だよ。ロハコさんの身長見る？ロハコさんどれくらいでかいか見る？写真あるけど。ちょっと待ってね。ロハコさんの身長、身長。ちょっと待ってね。ロハコさん、ロハコさん。待ってね。佐田さんの方がでかい。佐田さんは一番でかい。ロハコさん、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 どこだ。あれ、ロハコさん、ロハコさんの写真がないなぁ。ちょっと待ってね。あんた、あの写真撮ったのいつだったっけな。いや、全然昔だぞこれ。ないな、ちょっと待ってね。おはこさん、あった、行くよ。おはこさん、これくらいでかい。こんな感じ、ロアコさんの大きさは。俺が身長170ぐらい。
だからまあ180でめちゃくちゃ猫背で183とか言ってたかな。めちゃくちゃでかいね。ね、猫背な状態で183とかだから、うん、いや超でかいよ、超でかい、びっくりするぐらいでかい。はい、ワザツ。あれあれ間違えたな俺。あれ俺配信切った。あれ俺もしかしてツイキャスの配信切った。あれ間違えた。ツイキャス見えてる。あ、おはようございます。見えてるツイキャス。うん、あ大丈夫か。あよかったよかった、切れてないか。オッケー。うん、そう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 、ちょっと考え方を改めたの。うん、亡くなった原因は多分なんだけど心筋梗塞。これは憶測ね。多分なんだけど心筋梗塞で亡くなった。チンコは見たことないな、ロハコさんのは。ありがとう、お茶爆ありがとう、お茶爆ありがとうございます。ちょっと水汲んでくるわ。感じでしょ、この BGM。 あ、ロハコ丼っていうのはロハコさんが作る丼ぶりの食事のこと。そう、ロハコ丼っていうのはそう、食事のことだね。うん、そう、ロハコさんも糖尿病を患ってて健康に気を使った食事してるんですよって。で和道さんも僕のご飯食べに来てくださいって言って、そこで食べたご飯がロハコ丼っていう、結構有名なのよロハコさんの食事は。ロハコ丼は衝撃的だったよな、マジで。あれは死に向かっていってるとしか思えなかったもんな。あれ量の問題じゃないでしょ。あれは量の問題じゃないよ。もう全てが規格外だと思う。野菜はポテトサラダじゃない、マカロニサラダ。違う違う、全然違う。あとさ、僕は糖尿病なので食事に気を使ってるんですね。なので自炊しないといけないんですよ。ワナさん一緒に食べましょう。いただきます。じゃあ今から作りますね。ワナさん食べてください。揚げシュウマイ、イカリング、アジフライをこの量。僕は
糖尿病なのでサラダを食べないとお医者さんに怒られるんですよ。ポテトサラダ1キロを2人で半分だから、ポテトサラダ、マカロニサラダ 500g、 ご飯大盛り。僕は糖尿なのでジュースを1本しか飲んじゃいけないんですね。1リッターの紙パックのコーヒー牛乳。死ぬわこんなもん。これがロハコさんの1回の食事ね。ばあさん糖尿は大変ですよつって、マヨネーズかけますつって。天才、天才、本当に天才としか言えない。いや、それなくなったんだ。うん、分かんない。昨日首吊り配信あったの。いや、めちゃめちゃうまいよ。めちゃくちゃうまいよ、ロハコ丼は、うん、俺大好きだったもん。揚げ物上手も何もないよ。だって300円で10枚入ってるアジフライとか揚げシューマイとかもバンバン油にぶっ込んでいくだけだもん。でもこうやって、お母さん揚げ物シューマイは揚げると美味しいんですよって、冷凍食品揚げてるだけだから、こうやって料理でも何でもない。油にバンバン冷凍食品入れてこうやって、お母さん僕は右手がもう使えないんですねつって、シューマイは揚げシューマイだよ、だから今の。うん、ああお茶爆、お茶爆じゃない、お茶ありがとう。そう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 、やっぱ昨日なんかキャス勢を見てさ、始めないとダメだなと思って、うん、いらっしゃい。やばいよね。なんかその糖尿病だかなんだかでもう手がしびれちゃってんの、使えないの。よっさんはちょっと危ないよね。よっさんは、いや普通にだからシューマイを揚げてるから、なんて言うんだろう、いや揚げシューマイだよね、うん、糖尿になる前何食ってたんだろう。あ、なんだっけな、いろんなシリーズがあるんだよね、ロハコ丼って、うん、あとじゃあロハコさんのもう一個エピソードいいっすか。ロハコさんのもう一個エピソード言ってもいいですか。もうこれ爆笑エピソードなんだけど、ロハコさんって霊能力者なんですよ。うん、ロハコさんって霊能力者なんですね。で、この映像をまず見ていただきたいんですよ。ちょっと待ってね。ロハコさん霊が見えるっていうキャラクターなんだけど、壁にシミが、後ろを寝てるここの壁のところに黒いシミがついてるのよ、壁のところに。でロハコさんが言うの、わあさんここは事故物件なんですね、だから僕の壁のところに守護霊の生き霊が映ってるじゃないですか、だからここはとっても危ない物件なんですけど、僕の霊力によって向こうの部屋からこっち側には霊が来れないんですねっていうくだりがあるのよ。で、ああそうなんだ、ロハコさんロハコさんこの家霊なんだって聞いてて、ロハコさん急に寝落ちするのよ。でカーって寝たから、いやいや壁のシミはお前だわと思って霊でもなんでもねえわ、壁のシミの犯人お前だわ、もう払いたいと思って。天才でしょ、ずっとこれで毎日寝てんのよ、枕がなくて浮いてるの首が。天才でしょ。いや本人は霊の仕業だと思ってるんだけど、壁のシミは天才なんだって、本当の。いや本当に惜しい人を亡くしたよ、本当に、うんうん、ね、懐かしいよね、
花火いつ飛んだ？花火ありがとう。え？ちょっと待って。花火飛んでる。え、いつ飛んだ？いつ飛んだ？ああ、なんかごめんなさい。今飛んだ。花火ありがとうございます。すいません。気づかなかったです。申し訳ないです。あ、今、ありがとうございます。花火ありがとうございます。うん。ああ、よかった。気づいたらなんか花火マークがついてたから、あれとか思って、これダメだな、画面両方とも表示しとかないとまずいな、うん、ある北郷さんは多分配信やらないと思う、うん、ある北郷さんはポッドキャストやってるんだよね、ネットラジオ、ロハコ和道で和道大泣きの動画ある、うん、風船ありがとう、うん、なんで部屋が赤いの、昔僕ホームレスになるぐらい貧乏だったんですよ、でラブホテルに憧れてたんですよ、お金がなくてラブホテルに行けなくて、で今ちょっと裕福になったんで電球にあの赤いフィルム買うことができたんで赤いフィルム貼ってあのラブホに行った気分になってます、今僕はそれくらい成功したんですよ、わかります、部屋をラブホにしてみた、あ、お茶ありがとうございます。お茶ありがとう。そうっすね、そうっすね。お茶ありがとうございます。お茶ありがとう、お茶ありがとう。え、今その仕組みないと思うよ。それ相当昔だと思う。10年、20年ぐらい昔の話だと思うよ。俺、だって1回しかないもん、人生で。お金が趣向っていうやつ。あの掃除機みたいなシューンってお金吸い取るやつでしょ、さすがにないよ今の時代、嘘、お人生で1回ぐらい超田舎の方のラブホとかで、うん、1回だけあるか、そういう感覚っすね、あるんだ、あのね昔のラブホテルって空気でお金を吸い込むの。だからお金を支払い、自動生産機とか高度なシステムじゃなくて、掃除機みたいなお金シュコンって吸い取っていくの。お釣りとかどうだったっけ？ちょっと俺も昔のあれなんで覚えてないんですけど。エアシューターって言うんだ、あれ、うんうん。田舎のさらに郊外のクソ安いところにあるんだ。シューターって言うんだ。結構あれは何、定番の仕組みだったんですか、もともとは。どこでもやられてたことなの。お釣りも趣向って言って戻ってくんの。逆走もできるんだ。へえ。そうなんだ。わかんない、どこのエリア。カプセルにお金を入れて落とすんだ、趣向って。へえ。風営法でかからないため、ああ、うん、なんだろうね、うん、バンガローって何、え、バンガローがわかんないんだけど、バンガローって何、え、何バンガローって、え、バンガローがわからない、え、なんですかバンガロー、バンガローって、え、なんだろう、バンガローってなんすか、いや俺ちなみさんはドレさんのところに戻ったんじゃないの、わかんないけど、だってさ、あのよっさん忘年会の後さ、あのドレさん花火めっちゃ上がってるから、ちなみさんが復活したんだと俺は勝手に思ってたけど違うのかな、へえ、小さい一軒家バンガローって言うんだ、知らなかった、
へえ。あー、一軒ずつ分かれてるところで、ああれか、あれバンガローって言うんだ。あの廃墟になってるわ、心霊スポットになってる。で俺行ったことないわ。あれバンガローって言うんだ。あれいいよね、ラブホね、お風呂でっかいし。あれなんで廃れたんだろうね。あれすごいいい仕組みなのにね、部屋も広いしね。あれでしょ、なんかこう横にこうガレージっていうか車のガレージみたいなところにつけて、そのなんか2階が豪華なやつでしょ。わかるわかる。でお風呂超でっかいよね。廃墟になってるよ、成田の江戸城っていうラブホテル、そのタイプだと。俺それ行ったことない。てか車持ってないからか、俺の場合。維持費がかかりすぎるんだ。あ、なるほどね。あれ、え、何、バンガロー行こうよっていうの、ラブホテル行こうよじゃなくてバンガロー行こうっていうの。あー、コンティニューコインありがとうございます。コンティニューコインありがとうございます。夏のキャンプなどに用いる簡易な小屋。はあ、勉強になるわ。なるほどなるほど、土地が高いとビルになる。ラブホテルで、でも俺、東京のラブホテルちょっと高すぎるんだよ。新宿バリアンとか2万とか3万とかするじゃん。で逆にすごいなって思うのが、バリアンとかってビリヤードとかさ、なんかあのなんだ、なんかダーツとかあるよね確か。でなんかなんつうの、遊び場みたいになってるんだよね。でもラブホに2万3万はかけらんないよな、高いよね。ラブホテルはやっぱ8000円以下だよね。で田舎の方だと6800円とかだから、もう2万はなんか東京ってすげえなと思うもん。大久保の方は安いけど汚ねえじゃん、汚くて狭いじゃん。逆になんだこの差はってなるよね。ねえ、学校の近く作れないんだよね。成功者だから払えるでしょう。いやだからこういう部屋に住める俺クラスになるともう部屋がラブホみたいだから、いいだろう。女抱くのに値段言うな。え、バリアンって2万いくらとか3万ぐらいしなかったっけ。新宿に住めるの、まあリバーサイドだしね。俺もう裏リバーだから、神田川リバー、新宿に近いから便利やなじゃなくて、ここ新宿だからね新宿に近いからって、ここ新宿だから、正真正銘。僕はあの成田シティですね。あの日本で一番豊かな街成田ですね。成功者が住む街成田シティ、ここ西新宿だよ。ドレさんね、六本木だもんね。相当家賃高いでしょドレさんの。もともとそうらしいよね、新宿って何もなかったらしいよね。都庁ができ、まあ歌舞伎町はあったんだけど、都庁ができて急にオフィス街になったんだよね。そうそう、成田山新勝寺の、そう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 。あ、延長します。成田空港とか。お茶ありがとう、もしよかったら3点セットよろしくお願いします。
あ、そうなんだ。古い物件なんだ。知らなかったな。いや、俺もう本当にびっくりするのが、駐車場代が俺の家賃より高いんだよ。俺6万円の家賃じゃん。六本木駐車場10万とか本当だからね。で、フェラーリのカバーがかけてあるの。意味がわかんないよね。六本木は高い高い高い。成田はどの辺？成田詳しい人だったらわかると思うけど、富里インターとかの方かな。あ、ジョイフルホンダとか。もう92号さん、そう言ったら、ああって言うと思う。あ、本当に住んでるんだ、みたいな。で、もっと言うなら、踏切。もうこれでわかると思う。ジョイフルホンダ踏切でわかると思う。地元の人ならね。いや、成田地元行きたくない。同級生とか入りたくないよ。やだよ。まあ都内を車持ってる人はよっぽど金持ちだよね。本当の金持ちじゃないと無理だよ。いや、ジョイフルホンダ踏切で分かる人は成田のことをよく理解してる人だと思う。もっと言うなら、成田人しか知らないワード、ジュピター。コンビニジュピター。ナーボーじゃない富里は。コンビニジュピターが分かるのはね、多分成田のね、ごく一部の人だけだと思うんだよね。分かる？3号さん。ジュピターの唐揚げ弁当に何回救われたか。いや、だから本当に、ああ、この人成田地元なんだって分かるでしょ。ああ、そうっすね。初詣とか、祭りとか。え？ジュピターないの？え？マジで言ってんの？コンビニジュピターなくなったの？マジで？え？すげえショックなんだけど。あ、まあまあ、うなぎは食べますね、全然。でも地元の人はあんまうなぎ食べないけどね。え？コンビニジュピターなくなったの、かなりのニュースだよ。成田の人からすると。唐揚げが4つ入ってる弁当280円で売ってるコンビニがあんの。コンビニの名前。なくなったの？コンビニジュピター。印旛沼でバス釣りした。で、やることないんだもん。成田なんか。印旛沼はバス釣りするよ。成田さん初詣300万人だね。だから参道のお店、成田ってすごい特殊な町で、新勝寺までのお店を参道って言うんだけど、参道ってあるじゃん。参拝する参道。そこのお店って、1月2月で年間の売り上げ稼いじゃん。要は豆まきも有名じゃん。芸能人が豆まくじゃん、お相撲さんとか。あれも人来るんだけど、2月の3日間と、あと初詣。それだけ、その、もう1、2ヶ月で年間の売り上げを、稼ぎますね。なんか変なの来たね。古墳なんて俺知らないな。古墳とか知らない。全然全然知らない。古墳あるの？成田、成田空港でデートはしたことないですね。成田地元の人で成田空港でデートするやつなんか俺聞いたことない。聞いたことない。職場だもん。だって地元の人からすると、男は成田空港の貨物で働いて、女の人は免税店で働くんだもん。なんで職場でデートすんの？しないしない。古墳って桜？桜の方にはなんかあると思うな。高い仏像？高い仏像？のこぎり山だね。日吉台の炉端焼きっていう話をするんだったら、ボンベルタのクロワッサン。日吉台の炉端焼きはちょっと日吉台の人が推してるだけでしょ。
それを言うんだったら、あーっていうのはボンベルタのクロワッサンって言ったらもうなんか地元の人だよね。なんだろうね、あのボンベルタのクロワッサンのうまさやばいよね。わかる？ごめんね、超地元トークで何言ってるかわかんないと思うんだけど、ボンベルタっていう百貨店があるのかな、デパートがあるんだけど、そこの1階でパン屋さんがあるんだけど、クロワッサンがめちゃめちゃうまいの、簡単は必ずなりたれがいるね。まあもともと谷町だからね、ゆかりがすごい強いから、そう、なりたいイコール海老蔵だね。そう、ボンベルタのクロワッサンって言って、ボンベルタってって言って笑う人は、あの成田リスナーだよ。あとなんだろう、成田といえば地元の人、トイザラスって今あんのかな。トイザラス今日もキツネだね、リスマンどうしようかな、すげえ眠いしすげえ腹減ったから、一回あと30分で枠は閉じて飯食おうとは思ってるけど、多分飯食ったら寝ると思う。俺ね、成田で左翼に会ったことがないの。あのね、成田に左翼なんかいないよ。あのはっきり言って何年住んでるかな、一人も会ったことないよ。隣にトライアルができた、ボンベルタは回転同士エスカレーターガールがいた。そうなんだ、知らなかった。エスカレーターのベルトを笑顔でハンカチで綺麗にする。へえ。成田に左翼がいるっていうのはないよ。トライアルができたって、トライアルって止水のトライアルのこと？あ、そういうことか。トライアルができたの？へえ、サンリズカの農家臭いんだよな。サンリズカから流れてくる匂いよもう勘弁してくれよっていう。トイザラスの隣、マジで？トイザラスの隣空き地？向かいってこと？向かい林だったじゃん、トイザラスの向かい、道路挟んで、そこが基地のところに今そのトライアルできてんの、だってそこ以外ないもんな、空き地。右翼の人ってどんな活動してんの？あれじゃん、株主総会とかでイチャモンつけてるんじゃないの怒られるだろ、そういうことリアルなやつ言っちゃったよ、ごめん。今のは忘れて、あの本当にリアルな、そう、総会屋とかやってるんじゃないかな、違うのかな、 何やってるんだろうね。怒られる。ジュピターの向かい、ジュピターの向かいのレストランはなんだっけ、あの安いレストランあったでしょ。ジュピターの向かいはあれだったじゃん、なんだっけ、ジョイフルだったじゃん、安い400円ぐらいで定食が食えるファミリーレストラン。ジョイフルなくなったの？トライアルになったの？そう、株総会、総会屋。成田さんは夫婦で行くと良くない。成田さんの神様ってあの女の神様なの、女は仏様祀ってるから、あのカップルで行くと別れるっていう、そういう伝説がある。歌うまで会いました、ただひろです、どうも。ジョイフルはレア、そう、ジョイフルって実は関西の方のあれなんだよね、関東にあんまりないんだよね。
そういうフロアあるんだ。ジュピターとトイザラスの、ジュピターと隣、あ、トイザラスの間道路じゃん。コンクリートの。何言ってんの？ジュピターとトイザラスの間には細い道路があって、そこを上がっていくと、あれじゃん。なんだっけ、ドンキホーテじゃん。あ、渋谷にあったんだ。左で握手すると縁起ある。なんか気候かなんかだって、よくわかんない。オカルトだと思うけど、左手の握手はまずその西洋だと絶縁を意味するっていうか、そういうことを聞いた。で、なんか東洋的な話だとオーラは右に流れるからみたいな、右から発するものだからみたいな、よくわかんない。だからまあ左手の握手っていうのはあんまり良くないことされるっていう風に聞いたよ、俺は。よくわかんないけど。成田の内輪話つまんねえの？マジかよ。花火30発は硬いと思ってた切り札だったのに、俺の成田トーク。マジか。ドンキホーテなくなったんだ。ドンキホーテが潰れる街ってやばいよね。ドン・キホーテ潰れる街ってある？すげえな。九十九里浜だね。だって原付で30分で銚子の方とか犬吠埼とか全然行けるからね。だから俺らさ、高校生の頃とか原付でみんなで3、40分かけてビーンっつってそのまま海行くんだよ。でハマグリを焼くんだよ、密漁。ハマグリこうやって掘るとハマグリが出てくるから、でハマグリ焼いて食って帰るんだよ、ビーンつって。アホだろ。バッファローね、成田民しかわかんない。でも成田にゆかりがある、もしくは成田の人手挙げて、俺成田に住んでた、住んでる、ゆかりある人何人ぐらいいるの？俺成田のこと知ってるって、今のトークついていけるっていう人手挙げてください。何が近い？ああ全然近いよ。なんて読むんだっけこれ、タコだっけ。あでも行かないけどね、タコ町だっけ。92号さん一人、あ埼玉から来てくれてるんだ。113号さん、92号さん、あ、3号さんがなんか反応してたよね、さっき。成田トーク。栄町なんだ。栄町なんだ。栄のね、出汁かっこいいよね。寝るか。じゃあ、3人だけで、2人だけで楽しんでるトーク。3人だけで楽しんでるトークなんだ。電話でやれって話だよね。150人ぐらいはこの3人に向かって俺が話してて、もう電話でやれよって、あといい加減にしろよって、成田の話やめろよっていう感じか。栄町、あ栄町は千葉の栄町かな。成田の栄町もあるから、あの千葉の栄町は風俗街。なんか頭きたからもうずっと成田の話してやろうかな。なんか逆に成田がいかにす、あやばい、やめよう、成田の話やめよう。ツイキャスの閲覧が大変なことになってるから、ダメだ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 、成田の話なんかやめよう。それこそジョイフルでやれって感じだよ。そうそう、千葉の栄町がそうソープ街。まあ栄町だろうね多分ね。で高確率で飲み屋街だよね。ツイキャスから来てんだ、いらっしゃい。面白いパターンだね。開いてるよ。追手町、あ追手町って聞いたことないな。水戸の歌舞伎町は大工町、新潟は小町。ほう。
わみちさん、俺は信じてたよ。わみちさんならここまでたどり着けるってさ。でもね、少し踏ん張ってほしい。その先には俺がいるからさ。なんだろう。よくここまで来たな。シャンクス？シャンクスのノリ？16号さん。え、それシャンクス目線じゃん。なんかすげえ腹立つんだけど。俺がルフィでシャンクス？何この感じ？すげえ腹立たない16号の。お前よくここまで来たな。もう少しで俺に会えるって。シャンクスでしょこれ。この言い方。すげえなんかシャンクス目線じゃん16号さん。4校何？どんだけ大手なの？何？芸能人？誰目線だよな。なんかシャンクス目線だよね。すげえ。誰なんだろう16号すげえ誰なのか気になる。どうせあれだ、買った野菜だろさっきの、うん、違うの？さっきの買った野菜でしょ。腹立つわ。娘の大学期間な、成田さん、あと有名な話で、これもうすっごいがっかりする話なんだけど、成田さんって交通安全のお守りがすごい一番売れてる有名なやつなんだけど、地元の人絶対つけてない。なんでかっていうと、成田さんイコール交通安全なんだよ、一番有名の。ほら、なんでかっていうとさ、あれもそうじゃん。アキラっていう映画の金田の赤いバイクの前に成田さんステッカー貼ってあるでしょ。絶対買わない方がいい。成田の地元の人で成田さんの交通安全のお守りなんかつけない。事故るから。うん、もう絶対事故る車には成田さんのお守りがあるって有名な話だ。地元の人絶対つけない。まあそれくらいお守りが普及してるとも言えるんだけど、うん、それくらい有名だからっていうのもあるんだけど、地元の人は絶対買わない。オカルトだよ、オカルトだよ、うん、でも覚えておいて損はないよ。まあそれくらい売れてるっていう、ポピュラーだってことでしょ。成田さん祈願って何なんだろう。成田のって交通安全とあと何だったっけな、うん、この前ですね、っていうか成田トークまだ続けんの成田トークまだ続けるの OK。 この前サンリズカあたりの離陸撮影ポイント久々に行ったけど、今JAL もあれか、なんとか公園か。今 JAL も ANA も全然ない。格安航空と東南アジアの航空ばっかりで時代を感じた。それ多分滑走路の問題だと思うよ。成田さんって滑走路、第一滑走路、第二滑走路、第三滑走路すごく距離があるから、あなたが行った撮影ポイントが格安航空の滑走路だから、それはそうでしょ。滑走路別のところにすごい距離離れたところにあるから、なんだよ最近 ANA とか JAL とか来ねえのかっつってずっと2時間ぐらい切ってたんでしょ。さったあなたが選んだ撮影スポットの滑走路は格安航空のところなんだよ。それはあなたが下調べしてないだけでしょ、だと思うよ。いやめっちゃ恥ずかしいでしょ。いや ANA とか JAL とか全然飛んでるから、いやそれはそうでしょ。それはマジレスするよ。なんか時代は変わったぜみたいなこと言われても全然共感できないよ。ただの間抜けだから、うん、そう成田のターミナル変わってるんだよ。そう We are っつってうるせえわ16号シャンクスそんなこと言わねえよ、うん、なんか調子乗ってんな。なんかムカつくわ。なんかまあちょっとシャンクスのコメントが受けたからちょっと調子乗っちゃってるよ。ウィーアーつって
成田空港滑走路反対派の投稿まだあります。ああ行ったもん、この前行ったよ、すごかった。あれ地元ね、道路入って行って一軒家あんのね空港の中に一軒家があるんだよ、滑走路の中に一軒家があんの。俺この前写真撮りに行ったよ。すげえよな、地元民でも知らなかったもん、あんなの。笑ったよ。いやだから普通に公道入っていくじゃん。そうすると地下トンネルみたいな要塞みたいなのを通っていくの、ぐーってふーって抜けると全部コンクリート張りでフェンスなので、フェンスなんだけど一軒家が立ってんの。つまり左翼の過激派が居残ってる。だから滑走路工事して全員立ち退きしたんだけど一人だけ居座ったから滑走路のど真ん中でウィーとか言ってる中に一軒家に人が住んでんの。やばいでしょ。だから未だに立ち退いてない家があるの、空港の敷地内に。そうだってそこで撮った写真あるじゃん、そこで撮った写真あるよ俺。そのトンネルがこの写真だよ。ちょっと待って、そこ行ったじゃん俺この前。あそこはね、要はピンポン鳴らしたの一軒家出なかったの。明らかにあの室外機とか回ってたりしたんだけど、ピンポンつって撮影許可をもらおうとしたんだけど出てこなかったんだよね。あの塔から配信やりたいよね。あそこ行ったよ俺。いやうるさいよ、だってジェットエンジンの音が目の前でしてるんだよ。いやもう左翼のじいさんでしょ。それがここだよ、その写真がこれ、これこのトンネルがかっこいいでしょ。この先に一軒家があんの。だからその一軒家のためだけの専用道路なの。すごいでしょ、この上空港だよ。だからこの一軒家のためだけのプライベート道路なんだよこれ。いやめちゃめちゃかっこいいよ、そこの住民だけが使う道路だよ。いや超かっこよかったもん、誰も通らない。車はなかったかな、歩くんじゃないのこの道路。俺高架機動隊かよと思ったもん、秘密基地じゃんとか思ってびっくりしたもん。いやテンション上がった、地元にこんなかっこいいスポットあるんだと思って。 YouTube にあるよ動画。アマゾンとかも届けてもらえるでしょ。車あったかどうか覚えてないけど、まあ、ピンポン押したよ。で換気扇の室外機回ってるから、ああ中にいますねっつって、こうやって耳当てたらテレビの音してすいませんっつってピンポン押したけど出てこなかったから、さすがに無断でそこの家とか撮るのまずいねっつって帰ってきた。でもトンネルがかっこよかったから、トンネルは道路だから、じゃあここで写真撮ろうっつって。あれサンリーズかだね。空港内で祠たたりがある。おお、まあ赤軍派の残りでしょ。なんだよさっきの JAL とか ANA のおっさんが発狂しちゃったよ。マジで高度シェアビン成田発で調べてみ、恥ずかしいのはお前だから。このタイムラグじゃ何だったんだよなあ、このタイムラグお前必死になって自分の間違ってるね、もう論破されちゃったのに地元民に。このタイムラグなんだったの、お前が自分が言ってることを正しいと証明するのをネットで必死になって、くそーまた和道に論破された、バカにされた、あんな小僧に、あいつ働いてないのに悔しい、くそーくそーこれだって言ってのラグでしょ。何コードシェア便って、調べて調べて、もうこんなのばっかりじゃん俺のアンチって。
認めりゃいいじゃん、あそうだったんだそうかそうかって言えないの、ひねくれてるから。ちょっとおちょくったら本もカッカカッカして、いや、いじめてないよ、頑固だよな、俺にそっくり、本当に。なんでこんなのばっかり集まるんだろう、前の書き込み見てみろよ、タイムラグねえから、タイムラグなんかねえから。アンチ清掃機だからね。カット野菜いたのかまだ、お前カット野菜が無農薬いいよもう、16号もういいから欲張るのよ。16号、今は空港の方のもうおいしいところ取りたいリスナーばっかりだからな、ちょっとウケたらこするからな。さっきもうドカンウィーアーで終わっとけよ、新しい時代にかけてきたとか。せっかく16号面白いみたいな空気になったのに自分でつまんなくしてんだよ。16号は完全に今空港のさ流れだったのに、なんでワンピースの下りで俺面白いからみたいな、俺はウケてるからみたいな。もうほんとさ、お前らほんとこういうとこだって、もうハズレリスナーって言われる、だからハズレリスナーって言われるんだよ。和道のリスナーはハズレばっかりだよって言われちゃうんだよ。もう欲張って失敗するパターン、かっこよく笑い取れたのに、本当に残念だよ俺は、残念マジで。16号ソソなんじゃないの、なんかソソが調子乗ってる時みたいに見えるんだけど、16号が花火投げたらソソ確定だからね。いやマジでがっかりするよ本当。俺さすがに16号がソソだったら俺電凸かけて説教するわソソに、晒す、いかに面白くないおじさんか晒す。いやマジで16号がソソだったら今すぐ電話していい加減にしろよっつって、さっき2人で共同作業で笑い取れたよねっつって晒してやる。わかんない、16号がソソだったら俺はマジでソソに1時間ちょっと配信のコメントっていうものが何なのかっていうのを説教垂れる。不快の生物ディスってんじゃねえよっつって、俺ナウシカ、俺ナウシカ。あのさ、だからさ、不快っていうワードを当たり前に書くからツイキャスのリスナーとか陽キャとかパリピが来ないんだって。不快っていう風に書いて俺ナウシカって返しちゃうから俺らダメなんだって。でそれ不快ナウシカの下りを全員が理解できてるから、ここどん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 こうなっていくんだよ。どん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 日陰に日陰になってくんだよ。テルチャンピンなんかお前太陽みたいになってんだからな、もういい加減にしろよ本当に。虫笛買いたいな俺。アンチが来たらもうヒュン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 ってやっていい、それ面白くない？アンチコメントが流れ出したらヒュン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 って言うとお前ら落ち着くの。あの音いいよね。あれってあるのかな、虫笛って本当に実在するのかな、知ってる人いる？あれあったら買おうぜ。もうアンチコメントとか寒いコメント流れたら俺虫笛鳴らすわ、もう無言でこうやってヒュン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 って言いながら雑談してりゃお前ら落ち着くんだろ。沈まれっつってヒュン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 って。あれって売ってんのかな、あれ実在すんの虫笛って。あれかっこいいよね、ナウシカの。
オウムよ沈まれっつって荒ぶる荒ぶる虫の王よっつってダメだ虫歯が効かない怒りで目が真っ赤だわってそのギャグで笑ってんの俺らだけだから、ね、ナイスコメント、いや俺ら病気だよね本当本当に本当に全体的に病んでるよね、全体的に病んでる最後俺がアンチに引き殺されるんでしょバーンつってアンチの群れコメントにダーンってやられるんでしょ、でノリコが現れて古に伝わりし伝説のつって赤き衣をまといしはよりめがつってババ様見えてるのつって誰がババ様だお前ノリコをディスってんじゃねえよお前やめとけよお前本当にいい加減にしろよ虫笛作れんの作りたいんだけど虫笛、うん、ノリコは俺のナウシカだからクソつまらないのはあなたがまともだからです、最後は来ないでーつってラン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 精神崩壊した俺にアンチが接触してくるんでしょ殺さないでーつってランランで2人とも癒されてラン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 ララララランランランあれ結構子供の頃見たトラウマシーンだよねあの歌あれ久石譲の娘が歌ってんだよね、うん、高光って言わないでラン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 ラララララン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 ララララランやはり放送をしておったかやめてー来ないでー、うん、パヤオ信者は全然アンチになってないでしょ今の会話全然パヤオリスペクトでしょ読み込んでるよっていうねだってお前ら気づいてないここナウシカだからね、うん、このナウシカだからもうすぐ出てくるからね、うん、ほらこの宮崎駿に対する愛情よここにあるんだよ俺らの背中には風の谷のナウシカがちゃんとあるから。ラン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 ララララン。気づくわけねえ。知らないの。いいんだよ。そういうもんだから。背負うってそういうことだから。気づいてもらわなくてもいいんだよ。心の中に早尾がいるんだよ。心の中に。なんか宮崎駿の話になったら急にコメントが走り出すようになるっていうねオタク特有のこの気持ち悪さがこの放送から垣間見えておりますがオタクでないリスナーさんはどうか温かい目で見守ってくださいうなり笛って言うんだあれ虫笛じゃないんだあれ作りたいな、うん、ハウルがわからないくせにハウルはダサくだろハウルがかっこいいと思ったのは城の動きだけだよ。城はエグかった。なんかもう、すごい、すごいよな、機械を、機械とか、その無機物を有機的に動かすっていうか、もうすごかったな。こんな動きで城が動く。わかる？いやあの動きは宮崎駿すげえと思ったけどあれだけ、うん、正直、うん、おナウシカが起きたナウシカおはようおはよう、うんうん、俺カリシファーなのめちゃめちゃ可愛いじゃん
風呂入って飯食うわ、ちょっともう限界だわ。ていうかもう昼じゃん、昼だよ。もう何やってんの俺ら、こんな昼間から。成田がどうとか、 JAL とか ANA とかカット野菜とか、糖尿になっただとかなってねえとか、リスワンがどうとか、ほんと死んだ方がいいよ。ほんといっぺん頭強く打って死んだ方がいいよ俺ら、うん、こんな話ばっかりしてたらリスナー増えるわけないよね、うん、でも楽しいんだよな。だって楽しいんだもん。俺らめっちゃ今いい感じだもん。乳首こんなんなってんじゃん2人で。超楽しいよねーっつって、もう2人でリスナーとツン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 しながら、もうワドほんと楽しいよねっつって、楽しいんだもん。しょうがないじゃん、もうリスワンとかなん知らねえよ、どうでもいいよ、楽しいんだもん。受けなくたっていいよ一般大衆に、クソくらいだよ。あいつらには分かんねえんだよこの楽しさが。あんな酒飲んでさ、ウェイとか言ってシャンパン飲んでさ、ディズニーランドに行って、ふざけんじゃねえよ。ありがとう、お茶ありがとう、クラッカーありがとう、なあ楽しいよな、俺らいいよな、金なんか儲からなくていいよな、俺らが楽し、俺らが楽しかったらいいよね。もう本当に頭きたわ。もう今度ナウシカの特番やろ、4時間風の谷のナウシカずっと語ってやろ。本当に頭きた、本当に頭きたわ、でしょ、いいね、プレゼントありがとう、初見さんいらっしゃい、楽しんでてくださいね。じゃあ皆さんありがとうございました。これで放送終わりにします。もしよかったら最後に、面白かった人はお気持ちアイテムいただけると嬉しいです。お疲れ様でした。